YouTube ライブをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。ただいまからこちらのチャンネルでは、普代桜まつりの配信番組オンラインライブ 4SDGs 普代ネイチャービュー券へようこそをただいまから生配信でお送りしたいと思います。はい、大阪府立大学は毎年地域貢献交流の一環として普代桜まつりをリアルイベントとして開催していましたが、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンラインによる開催となりました。この配信では普代ネイチャービュー券へようこそと題しまして、環境、自然、SDGs をメインに大学の研究者や学生があれこれ楽しく和気あいあいとトークをしながら、およそ2時間半にわたりここ中モズキャンパス学生会館からお送りする生番組となっております。お願いします。大きい拍手が今流れています。ありがとうございます。行きましょう。はい、申し遅れました。私本日司会進行させていただきます、川岸優香と申します。よろしくお願いします。あ、2回目です。ありがとうございます。何がすごいって、川岸さんこの長ゼリ1回も噛まないっていうね。ありがとうございます。めちゃくちゃ練習しました。はい、まずはですね、この番組プログラムについてご案内したいと思います。この後出演者によるオープニングトークとボランティアセンター V ステーションによるオープニングアトラクションに続いて、同じ中モズキャンパス B11 棟から中継を行い、生き物研究室からライブ&トークを、そして学生クラブによるパフォーマンスショーをお送りいたします。番組の後半ではパラリンピック正式種目のボッチャの試合を実況と解説を交えお送りし、そしてまたまた中モズキャンパス B4 棟のSDGs 研究室からライブ&トークの中継をする運びとなっております。楽しみ、ね、視聴者の皆様からの質問や応援もこの YouTube ライブのチャットや普代桜まつりの Twitter で募集しておりますので、どんどん皆さん書き込んでいってください。お願いします。お願いします。そしてこの番組を最後まで一緒に盛り上げていく出演者の方々ご紹介いたしましょう。まずは大阪府立大学辰巳佐護正弘学長です。一言ご挨拶よろしくお願いします。はい。学長の辰巳佐護です。はい、本日は本当にようこそお越しくださいました、というかオンラインではありますけれども、本当に今日は、桜も美しいですし、私どもの大学が誇る自然豊かなキャンパスを、十分楽しんでいただきたいと思います。で、今日は楽しみな一つが手相を見てもらえるというのが一つあって、すごい楽しみにしてます。初めてです、私。あら、それとボッチャの試合ができるということで、はい、これも初めてですけれども、私が負けるはずがありませんよね。あららららら。強気。はい、ということで今日は楽しみだと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。学長、学長すごくないですか、ね、いろんなプログラムあるのに、はい、手相とボッチャが楽しみっていう。いっぱいありますからね。めちゃめちゃ楽しい学長ですよね。さあ、そして大阪府立大学副学長で普代桜まつり企画運営委員会委員長である大塚浩二先生です。よろしくお願いします。はい、副学長の大塚浩二です。実はですね、この間の日曜日に学生だけで生番組配信しよったんですね。それも大成功で、もうめちゃくちゃプレッシャーかかってるんですよ今日。もし失敗したらどないしようみたいなドキドキしてるんですけども、とにかく視聴者の皆さんにできるだけ楽しんでもらうように、一生懸命ボケますんで、よろしく、はい、よろしくお願いします。お願いします。楽しみすぎますね。すごいですね。さあ、そしてスペシャルゲストです。手相占い芸人の島田秀平さんです。よろしくお願いします。こんにちは、お願いいたします。よろしくお願いします。本当に皆さんにお伝えしたいのが、私、はい、手相でおなじみの島田秀平なんですよ。はい、最近よくあるのがね、街歩いてると、クイズ頑張ってねとか、カズレーザーに負けないでね。ロザンの宇治原さんね、よく間違えられるんですけど、それ以上にあるのが野生爆弾のロッシーさん。あ、似てる。めちゃくちゃ間違えられるんですよ。確かに。で、聞いたらなんかロッシーさんも僕に間違えられるみたいで、ロッシーさん道歩いてると手相見てって言われるらしい。お互い様なんですね。ロッシーさんちょっと手相見てるらしいです。皆さんご注意ください。怖い話。今日頑張ります。お願いいたします。よろしくお願いいたします。
そんな島田さんは大阪府立大学は初めて来られたんですか？今日初めてでしたけど本当にいい場所ですね、ですよね。キャンパス内見られました？桜すごく綺麗じゃなかったです？一般の方もこちら自由に入れるんですよね。そうなんですよ、本当にこう地域の憩いの場だなという感じがして、本当にこう桜、ちょっとこうね道路があったりするんですけども、ここここもう桜のトンネルの中を歩いているようなね、これ今リアルタイムの映像ですからね、満開ですよね。残っててよかったですね、なんかね明日雨予報なんですよ。今日まで今日までね、最高のタイミング、学長やっぱあの道路とか通るときってやっぱ気分いいでしょう、いやそうですね、もう空ここしかないっていうか、でも本当にね1週間ぐらいが勝負なんでね、もう今週だけですよ、来週はもう無理、はい、やっぱちょうどいい日でしたね、じゃあ今日は、はい、でさっきねあの辰巳佐子先生も楽しみにしてらっしゃった手相なんですけれども、今日こちらに写真を事前に撮っていただきまして、はい、今日ですね実は学長そして副学長いらっしゃいますが、はい、お二人のね手相の写真がこう届いてるんです。うお、はい、怖い怖い、しっかりと見させていただきたいと思いますが、まずはじゃあ学長の方からいいですか？はい、はい、まずねちょっと面白かったのがね、はい、これ手相ってね、それ副学長早速ボケだこれはボケではなくただの僕の老いです、老い最近ミスが多いんですよ。でもひどいのが最近あの老眼でね手相が見えづらいっていうもの、やばいんですよ。やばいやばい、やばいやばいです、ごめんなさいごめんなさいね、はい、あのすでに、かなり巻いていけというねあの指示も出てますけども、はい、巻いていきますね、はい、あの手相ってね、感情線、頭脳線、生命線ってあるんですけども、学長ね、生命線がもう1本って2本生命線あるの。すごい、これ二重生命線って言って2倍パワフルなスーパーマン、スーパーウーマンっていうので、これ副学長覚えておいてください。学長ね殺しても死なない人です。不死身この1回ぐらいちょっといやいやいや1回ぐらいじゃないでもねやっぱいいのがね、人差し指の下にこういうねシャープのような四角の線がこれ入ってて、これはボランティア線、やっぱりねみんなのために頑張れるっていう人格者、すごくいい線で、1個気になったのがですね、薬指と小指の間に2本ピッピッてこう2本線が入ってるんですね、はい、これあの若干ですよ、若干周りと流れる空気がずれてる人あの不思議ちゃん線って言いまして、あの分かりやすく言うと、はい、あのボクシング世界チャンピオン具志堅用高さんと同じ線が入ってる確かに独特の世界観がありますね。だからめちゃめちゃねパワフルで人のことを考えられる具志堅用高さんという感じそうか、誰も教えてくれへんのかなそれ周りみんな分かってるけどなかなか言いづらいんですかね。そうですね、具志堅さんはね、なんかね座右の銘聞かれてね両目とも 1.5 って言ったって感じですよね視力そう視力と勘違いしちゃった、はい、さあ副学長はなんですけども、今日ねボケますよって話ありましたよね、はい、皆さんご期待ください。ここ環状線の入り口にねクーっていっぱいあるんですよ。これがあればあるほど面白い人、ユーモア線。おお、これ3本はっきり言って私の数よりも多いです。おちょっとプレッシャー余計かかってきたハードル上がりましたね。ハードル上がって転職転職面白い副学長いいですよね。そうですね、あの明石家さんまさんこれ6本あるんですよ。で増田岡田の岡田さん、はい、1本もないんですよ何あなんとなく分かりますねですけれどもあとやっぱね愛情線もありますし、副学長もボランティアの線あります。ただ人差し指の下に縦じわがいっぱいあります。これはいつまでたっても大人になれない子供っぽい人。ああ、はい、ありますそういうところ、赤ちゃんみたいな。その通りです、その通りなんで愛情深い面白いボランティア精神にあふれた赤ちゃん、立ち悪いですね、はい、今日頑張りましょう。あ、すみません、頑張れそうですか、はい、よろしくお願いします今の感じで、はい、それではですね今もちょっとたくさん手相の話はしたんですけれども、はい、まあ、今日は島田さんには視聴者目線で参加していただきたいと思っておりまして、はい、まあ、疑問に思ったこととか何か知りたいなってことはどんどん普代の先生方に質問していただければと思います。はい、楽しみです、はい、それではここからはみんなでですねまたちょっとお話をしていきたいなと思うんですけれども、まあ、今回のこの桜祭りなんですが、はい、どういった経緯で企画されたのかなと思って、辰巳佐子先生いかがですか？あ、そうですね、これは、はい、そうですね、2人で答えたいと思いますけど、うん、私は始まった年、先ほどおっしゃっていただいたかもしれませんけど2010年にスタートしました。それで、今回で12回目になりますけども、
あのだん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 その、地域の方々の参加とかちびっ子の参加も増えてきて盛り上がってきて、もう今や学園祭、一つの学園祭という形でこの季節の、まあ、風物詩になっているのではないかと思いますが、うん、初めの経緯は多分大塚先生の方がよくご存知と思いますから、そっちで、はい、あの2010年に始まった時はですね、キャンパス全体の整備を行ったんです。で、普代池それまでむちゃくちゃ汚かって、もう自転車とかもう掘り込まれてむちゃくちゃやったんですけども、今きれいにウッドデッキあるんですですよね。あれをやっぱりこのキャンパスのきれいになったのを見てもらおうと、近所の人に見てもらおうということでスタートしたというのが始まりです。うん、当時はあの土日かけて2日間やっててですね、もうあのお金かけて滝技能、プロの滝技能も土曜日にやったりしてすごいお金かけてたんですけど、3回目以降はもうお金も人も足らないようになってきて土曜日だけになったんですけども、それでまあ毎年数千人来てもらえる、はにぎやかな祭りになってます、ね、え、なんか地元の皆さんもね、この季節になると、まあ、今ねこういった状況で残念なんですけど、そうなんです、本当に あそこの桜見たいっていう場所になってるんですね。はい、うん、やっぱり今回はコロナもあって リモートっていうかオンラインイベントという風になったと思うんですけど、下田さんもこの1年でやっぱりオンラインとかそういうイベントのお仕事って増えたんじゃないですか。いやー、もう本当に、まあ、まずはこのアクリル板ですね。今日もね、あの本当に学生の皆さん中心に感染症対策ね、本当にしっかりやっていただいてありがたいなと思ってるんですけども、はい、うんうん、やっぱりこうリモートです、やっぱり。そうですよね、オンラインイベントとかでもこうやってできることがね当たり前になっていくのもいいですよね。ただね、一個問題があってね、はい、うち Wi-Fi 環境悪いんですよ。そうなんです。すぐ固まるんですよ僕。止まっちゃうやつですね。はい、ます早くね、こう顔を合わせてみんなとね楽しくおしゃべりできる時がね来たらいいなって本当思いますね。そうですよね、はい、桜祭りもねまた今後そのような形で開催されることを願うばかりなんですが、はい、この桜祭り自体はいつから開催されてるんですか。2010年からですね、はい、失礼しました。もう早速ボケてる。そうですね、今私あるんじゃないですか、ユーモア線。ちょっといいですか、一回で、はい、あ、全体的に手がシワシワですね。あのすごい感受性豊かってことです。ありがとうございます、はい、優しい人です。めちゃめちゃ気遣いできますもんね、この方ですよね。すありがとうございます。ではですね、今日この桜祭りどのような期待をされるかということだけ一つお伺いしてもいいですか。どんなのが見たいなとか。僕からいいですか。どうぞ。あとでボッチャの対決あるんですけども、ボコボコにしてやります。違う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 、あの2人ともどうかしてますよ。え、今年2人で M1 出るんでしたっけ。何違いましたっけ。面白すぎます。ボッチャにかける、ね、熱意がすごいんですよ。ぜひ頑張っていただければと思います。はい、で本当にね今日もいろんな企画盛りだくさんなんです、うん、お話まだまだ尽きないとこですが、次のコーナーに参りたいと思います。オープニングアトラクションとして普代のボランティアセンター V ステーションが防災クイズ、防災博士になりましょうを披露していただけるということなんです。おが、その前にですね、はい、島田さん、うん、その後の生き物研究室からライブ&トークというコーナーの中継レポーターとしてですね、今からこの中本キャンパスの B11 棟の方に移動していただきます。なのでですね、はい、V ステーションの防災博士になりましょうはねちょっと参加していただけないんですよ。あのごめんなさいね、はい、スペシャルゲストって今日聞いてますけども。まずもうすぐ僕移動なんですね。もう走って行ってください。何がすごいって、あの、はい、皆さん、あの一応これ台本って今日あるんですよ、はい、ここにね、うん、島田ここで強制退場って書いてあるんですよ。もうわけわかんないんだけど。そうなんですよ、もう強制的に絞られてももう行かせろと言われてますので。私も、はい、じゃあちょっとあの一回お留守にしますけども、はいはい、あの楽しい中継なんかね、いろんなお話素晴らしい研究あるそうなので、ね、皆さんそちら楽しみにしていただきたいと思います。はい、行ってきますね、はいはいはい、気をつけて行ってきてください。行ってらっしゃい。気をつけて。気をつけて。気をつけてじゃないの。ほんわかしてますね、本当。もう行くのね。はい、行ってください。こけないように。もう結構時間押してんだよね。いいですいいです。はい、行ってください。はい、それでは皆様お待たせいたしました。ボランティアセンター V ステーションによる防災クイズ大会、防災博士になりましょうです。その前に V ステーションについてご紹介いたしましょう。 V ステーションとは大阪府立大学の公式なボランティアセンターのことで、教職員と学生が一緒になって運営し、学内外でさまざまなボランティア活動を実施しています。具体的にはこの桜祭りのリアルイベントや12月に行う仲良しクリスマス会などの
地域の方々と学生が一緒に楽しむイベント作りや地域と学生が共同したプロジェクトなどを行っています。今はコロナ禍なので感染症対策を呼びかける啓発動画の作成やオンラインによる出前授業など今できる活動を推進しています。今回は防災博士になりましょうと題しまして、普段子どもたちに防災について伝えるときに使用している防災クイズを視聴者の皆さんや辰巳沙悟先生、大塚先生にも答えてもらうアトラクションを披露しますということです。それでは V ステーションの皆さんよろしくお願いします。はい、 V ステーションです。 V ステーションから来ました学生スタッフやってます陣代周平と言います。そして隣にいるのは同じく学生スタッフをやっています岩本博久です。よろしくお願いします。お願いします。そして隣にいるのが、V ステーション公式マスコットキャラクターの V 仮面ことビクトリー仮面です。よろしくお願いします。さてこの防災博士になりましょうでは学長や学区学長の方また視聴者の方と一緒に防災クイズに取り組んでいきたいと思うので学長や副学長の方ステージへお願いします。さてその間に V ステーションのことをちょっと説明したいと思います。 V ステーションは大阪府立大学にある公式のボランティアセンターです。教員や職員、学生の3社で運営していて様々なボランティア活動を実施しています。大阪府立大学の学生だけではなくていろんな世代の人たちも大歓迎なのでぜひまた気軽に訪れてみてください。また防災ゲームという感じなんですけども、まあ、災害系の活動をたくさんしています。で大きく2つに分けて地域防災の活動と被災地支援の活動をやっているんですけど、地域防災ということではいざ帰るキャラバン目指せ防災マスターというイベントを開催しています。このイベントは子どもたちが防災ゲームをクリアするとポイントをもらえて、でそのポイントを使っておもちゃと交換できるっていう風なイベントになっていて、すごくこう参加へのハードルが低くなっているイベントになります。最近は長くやってきているのでもうイベントに参加子どもたち、イベントに参加し続けている子どもたちがまたもうより小さな子どもたちにまた防災のことを伝えるっていう風ないい循環も生まれてきているイベントになります。また被災地支援としては被災写真の洗浄活動というものを行っています。ドロドロになってしまった、水がかぶってドロドロになってしまった写真をきれいにする活動で、思い出になる写真をたくさん救うということで人の心を明るくする活動になります。今では学校の中で講習会を開いたり、また他の地域でまたこう、川が氾濫したりしたような地域で写真洗浄の活動を伝えに行くっていうふうなことも行っています。というふうな活動をしてきているんですけども、まあ、今回この V 仮面からの挑戦状防災博士になりましょうというところで普段子どもたちに向けてやっている防災クイズを皆さんにお出しして進めていきたいと思います。内容はどれも身の回りで起こるかもしれないクイズを扱っているのでこれに答えて家族で一番の防災博士になってほしいなと思います。さて早速ですが第1問という感じに流れていきたいんですけども、ここからは学長にお答えいただきたいと思います。まず第1問、じゃじゃん。次のうち冠水した道路、水浸しになった道路ですね、道路を歩くのに最も適したものはどれでしょう。 A 裸足、 B 長靴、 C スニーカー。よく悩んでお考えください。C のスニーカーですね。本当にそれで大丈夫ですか。多分雨の時長靴履いている人多いようにも感じる。いや長靴のレベルじゃないってことですね、冠水って。多分だから長靴の中に入るじゃないですか水が。おお、違うんかな。ファイナルアンサー。やっぱりスニーカー。正解はじゃじゃじゃん、C スニーカーです。はい、学長がおっしゃってくださった通りで長靴より上に水が来てしまうと水が中に入ってしまって動きにくくなって逆にかえって危険になります。
また裸足やサンダルなどは水の中に尖ったものがあったりすると怪我をすることもあるので危険です。なので動きやすいスニーカーや運動靴を使って避難するようにしてください。はい、ということで続いて第2問、じゃじゃん、今度は副学長大塚先生にお答えいただきます。はい、第2問は災害時建物内に閉じ込められたらどうやって助けを呼びますか。 A 大声で叫び続ける、 B 物を燃やして煙に気づいてもらう、 C 近くにあるものを叩いて音を出す、どれでしょうか。これはね、煙出したらみんな気付いてくれるんちゃうかなという気もするんやけども、燃えてしもたらあかんから、でも、まあ、大声で叫び続けるのもいいかなという。じゃあ A、 大声で叫び続ける、はいはい、ちなみに学長はどのように思いますか。物を叩いて音を出すっていうのも効果あるとは思うけどな、うん、声出したらそのうちね、うんうん、振動なるよね。でもやっぱそうか、うん、それ忘れとった。そう、もうね、もう力尽きるんちゃう。僕がでも僕が答えるんちゃうもんね、うんうん、先生やで。なやめとこうかな。まあでも初志貫徹で A にしときます。はい、A で、はい、はい、答えはじゃじゃん、 C、 ほら近くにあるものを叩いて音を出すです。答えを全部言われてしまったんですけども、建物内に閉じ込められてしまった場合は周りのものを叩いて音を出して自分の場所を知らせるようにしましょう。大声を出すのは体力を消耗してしまう、疲れてしまうので、長時間閉じ込められた場合しんどくなってしまいます。なので周りのものを叩いて音を出すようにしてください。またホイッスルみたいなものがあると遠くまで音が届くので、ホイッスルなどを使うのも有効です。ちょっと体力ありすぎて間違えてしまいました、すみませんでした。さすが、あの海に潜られるんですよね先生。はい、そうです。はい、続いて第3問です。じゃじゃん、辰巳佐子先生にお答えいただきたいと思います。はい、小学校の高学年の子どもが歩いて避難できる水の深さは、 A 腰の高さ、 B 膝下の高さ、 C 足首の上の高さ、どれでしょうか。高学年ですよね。そうです、高学年です。大人じゃない高学年です。難しいな。うーん、どれでしょうか。まあ、でも高学年やから B の膝下の高さ。膝下の高さ、答えは C の足首の上の高さです。特に水がある場合は小学生であれば膝下の深さでも歩けなくなる可能性が高いです。また大人であっても膝下までの深さが精一杯です。なので水が濁っていて足が見えない場合もあるので、足元が水に浸かっている場合はよく注意してください。はい、という感じで、3問お届けしました。これで V ステーションから終わりたいと思うんですけども、皆さん防災博士になれましたか。今日学んだことは家族の皆さんにもお伝えしたりして、みんなでこういうの学んだよっていうのを伝えてあげてください。わかりました。この後も普代桜祭りはどんどん続くので、これからもたくさん楽しんでいってくださいね。それでは V ステーションからは以上です。ありがとうございました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 。はい、 V ステーションの皆さんありがとうございました。防災博士になりましたよ。さあ続いてはこちらのコーナーに参りたいと思います。生き物研究室からライブ&トークのコーナーです。こちらのコーナーでは研究者の先生や学生に対して視聴者の皆様からの質問を受け付けています。気になることなど何でも構いません。こちらの YouTube ライブのチャット、もしくは普代桜祭りの Twitter まで、どんどん書き込んでください。ここからは中継先の島田さんにバトンをお渡しします。島田さん。なるほどね。さっき、ね、島田さん、さっき言えなかったんだけど、あのほら副学長の大塚先生、若干頭脳線短めだったんだよね。うん、悪口聞こえてます。あのええ、めちゃくちゃ入ってます。ああ
どうも、島田秀平です。お願いします。なんか聞こえてましたよ。素晴らしい学校。え、何？大丈夫ですか？なんか頭脳線がどうたらっていうの聞こえてましたけど。え、言ってないですよ、そんなこと。誰が言ってんですか？すごい聞こえましたよ。いや、いや、やめろよ、お前ら本当にそういうこと言うの。注意しておきますね、後でね。すいませんでした。はい、ごめんなさい。今ですね、B11 棟の方に来ておりまして、こちら、環境動物昆虫学という部屋なんですけども、ご覧ください。昆虫学と書いてあります。一体ね、どんな研究をされてるんでしょうか、行ってみたいと思います。はい。こんにちは。お、見てくださいよ。漫画ワンピースでいうところの4校のように、ね、4人がこうずーっとこう、ね、そびえ立ってますけども、先生と生徒の皆さんです。先生の方から自己紹介いいですか、はい、教授の平井です。よろしくお願いします。お願いいたします。平井先生、そしてもう一方先生が、はい、准教授の上田でございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。そしてあとは生徒さんお二人、自己紹介お願いします。はい、大学4年生の福田です。姫白町の研究をしています。よろしくお願いします。お願いします。同じく4年生の西と言います。キマダラルリツバメという町の研究をしています。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、こちら昆虫学とね、部屋の前に書いてありましたけども、一体どういうことを研究されてるんでしょうか。そうですね、主に生物多様性を保全するために、まあ、昆虫とか小動物の研究をやっています。もういわゆるこう虫だったりとか、そういうものを皆さんこう日夜いろんなことね、こう研究されてる、はい、なんか確かにね、入るとちょっといいですか、ごめんなさい、こちらにね、まず水槽が見えるんですけども、お魚さんが気持ちよさそうに泳いでますね、はい、こちら一体何のお魚。そうですね、これらはですね、大阪府の中で採集された魚たちなんですね。ほうほうほう。で、一番大きな魚見えますでしょうか。あ、そうですね、はい、今泳いでます。これがカワムツです。カワムツ。で、次に大きくて黒い線が入っている、見えますか。今奥の方にね、はい、麦つく。麦つく。で、その手前の中ぐらいのやつ、あれが皆さん知ってると思いますけど、フナですね。フナ。で、その下にドジョウがいるということになります。ちっちゃい魚いますよね。これが川端モロコと言います。これすべて大阪府で、まあ、はい、取れたというか、そうです、生息しているお魚さんたちなんですね。調査の過程で取れた魚たちなんですね。でもう一個ぜひ見てほしいのがこちらですね。あれ、なんかこう土管のようなものが島田さんから、これマリオちゃいますよ。ちょっとごめんなさい、ってんのは急にも小声でこれマリオちゃいますよって言いましたけど、うん、マリオの土管、うん、分かってます。あ緑ですよね。ああれマリオはね、別に色の問題じゃないですよ。あ、そうですか。別にここに入ったからコインがいっぱいあるとかないんですよ。あ、そうじゃなくて魚が入ってるんです。見てください。え、あ、本当だ。これちょっと静かなおとなしい魚なんですけども、赤座という魚です。え、赤座っていうと最近大ヒットして、うん、映画もね、記録更新したあの映画のこう敵役の名前と一緒ですね。そうなんですか。知らないんですか。実は子供は見てるんですけどね、私はちょっとあんま詳しくないんですが、いや、ぜひそこはもう全集中でお願いしますよ。あ、承知しました。お願いいたします。ですね、はいはい、赤座って言うんですね、はい、なんかキャッチな名前で覚えやすいですね。そうですね、はい、絶滅危惧種で現在数を減らしていると言われています。そういった貴重なお魚さんたちもこちらにいらっしゃるということですね、はい、さあ平井先生、ちょっとごめんなさい、目を移すとこちらに、え、これワインセラーか何か。そうですね、ワインセラーと同じような仕組みなんですけど、ええ、高温器という。高温器、はい、虫を飼うための入れ物です。字は、え、高い温度ってことですか。いや、一定の温度を保つという意味の高性とかの高ですね、はい、そうです。え、これ何が入ってみましょうか。ええ、うわっ、ちょっと、え、皆さん見えます。わかるかな。ちょっと置いていただいて、はい、ここ黒と黄色の幼虫みたいの見えますけど、す、ね、開けてみましょうか、ね、え、開けていいんですか。これ、ね、開けたら時々飛び出すんですけど、嘘です。飛び出さないですね、はい、こちらの先生、みんなちょいちょいボケを挟んでくるっていう。そうですね。もうボケてますので。たくさん面白い方多いですけども、皆さんご覧ください。
こちらは平井先生何になりますか。これアサギマダラという蝶の幼虫です。すごく色鮮やかなんですね、はい、自然の色ってすごいな。そしてこちらが幼虫で、はい、で様変わりしてこちらがですね、よいしょ、なんかプルプルしたのが上からぶら下がってますよ。はい、これがサナギです。なんかスライムみたいなんですね。見えますかね。こちらね、あの中にこうぶら下がってますよね、はい、これ頭が下になってるんですね。あ、頭下なんですか。はい、こういう感じですね。まだ大丈夫、落ちない。大丈夫です。これ幼虫がこういう風にさなぎになるっていう、はい、そうですね。そしていよいよ蝶々になっていくんですね、はい、でこれをこういった場所で保管してる、これなんでこの温度を一定にしてるんですか。そうですね、あの野外であのどういう生活をしてるかを調べるためにいろんな温度で飼育して、この発育の速さとかを調べてるんですね。はで、このさ、今こちらにはね、はい、今サナギと幼虫が入ってましたけど、はい、お隣には何が。そうですね、あ、先これ行きましょうか。それ何ですか。用意したこれが成虫です。あ、今ちょっと生きた成虫がいませんので、アサギマダラの成虫。なるほど、こんな感じの蝶々になります。最終的にこうなるわけですね。はい、でその実物の標本がこれです。ちょっと平井先生、めちゃめちゃ準備良くないですか。はい、あの周到に準備しておきます。すごい、やっぱ実物で見ると、はい、また感動が変わってきますね、はい、でちょっと字が書いてあるのが見えますか。あ、本当になんか文字書いてある。はい、これね、裏を向けるとこんな感じで。え、これ何が書いてあるんですか。これはですね、上五島って書いてあるんですけど、はい、長崎県の五島列島でこの印をつけられたんですね、うん、あのサインペンで字と、番号を書き込んでまた話すと。でそれをですね、これこの個体は韓国の研究者が韓国で取って、うん、で私たちに知らせてくれたその実物なんですけれど。え、ってことはごめんなさい、はい、この蝶々は日本海を越えて韓国まで飛んでったってこと。長崎から韓国に渡った個体です。ごめんなさい、ちょっとあの渡り鳥はね、はい、イメージありましたけど、こんなちっちゃな蝶々、こんなちっちゃな羽で、はい、そんな飛ぶんですね。そうですね、大体2000キロぐらい移動するとかってるんですけど。知らないこと多いっすね、はい、面白いね。そういう研究を、蝶の移動の研究もやっています。そしてこちらですよね。こちらはですね、はい、小さな蝶なんですけど、小さい蝶をこんな風にですね、あの容器の中で。本当だ、ちょっとわかるかな、なんかモンシロチョウみたいな、ちっちゃいですね。かなり小さいですね。もうわかるかな、僕の指先ぐらいで爪ぐらいの大きさですもんね。はい、これがですね、はい、ちょっとまた周到な容器のやつ、はい、こちらムシャクロツバメシジミという外来種のチョウです。むしろシジミってあの貝のシジミ。そうですね、あの貝のシジミから来た名前で、羽を広げるとあの貝のシジミみたいな形、大きさなので。確かにこのチョウチョ見るとなんかお味噌汁飲みたいなって気持ちになってきますもんね。はい、白黒でちょうどシジミみたいな感じですね。こちらは外来種なんですね。はい、外来種なんですね。でその、日本の生態系に、対する影響を調べるために飼っています。やっぱりこれは外から日本に入ってきてしまうと生態系を壊してしまうんじゃないかという恐れがあるわけです。そうですね、在来にあの黒ツバメシジミという在来種がいるんですけれど、まあ、それに対してどういう影響があるのかっていうのを今調べています。ありがとうございます。まだ入り口よ入り口なのにもう興味がもうどんどん湧いてきちゃってる。ああ、ちょっとごめんなさい、こちらカゴの中にたくさん蝶々さんが飛んでます。え、これ何種類ぐらい今中にいるんですか。これね、今10種類ぐらいいます。え、この蝶々はどこで取られたやつ。これあの普大のキャンパスで、私たちで。普大のキャンパスって広くて自然豊かだけど、はい、こんなたくさんの自然の蝶々が飛んでるんですね。はい、で、あのまたこれが出てきます。はい、
大体ですね、このキャンパスには50種類ぐらいのチョウチョがいると。そんなにいるんですか。本当にチョウチョにとってもここは楽園なんです ね、 ですね。いい場所なんですよ。いろんな植物があるので、チョウチョの種類もですね。気になったのが、今さちょっと中なんですけど、はい、桜。そうですね、あのチョウチョの歌ご存知ですか。チョウチョチョウチョ菜の葉に止まれ、菜の花ですよね。その次が菜の葉に飽きた空いたら、あはははは。ここからあやふやなんですけど。そうです。何でしたっけ。私も忘れました。忘れたんかい。誰も正解知らないっていう。はい、桜です。菜の葉に飽いたら桜のなんか花絵とかって感じなんですか。そうですね、桜に泊まれ、ね、全部してたじゃないですか、はい、やっぱ桜好きなんだ蝶々って、はい、じゃ今の季節蝶々館姉さんからしても嬉しい季節なんですね、はい、桜も蜂蜜も集めることができますので、中に蜂蜜が入ってますね。はあ、またじゃあね、はい、この場所はね桜も多いから、はいはい、だから蝶々さんたちも集まってくるっていい場所なんです、はい、桜大好き。ちょっとごめんなさいね、桜はわかるんですけど、これはスーパーでよく見るんですよ、はい、これかいわれ大根ですよね。そうです、かいわれ大根。かいわれ大根蝶々食べるんですか。何これ。はい、この、まあ、蝶々になってからは花の蜜にとるんですけど、はい、実は幼虫はキャベツとか大根が大好きなんですね。でこうやって入れとくと、モンシロチョウのお母さんがですね、今ここにいましたけど、卵がいっぱい、なんか黄色い粒粒がちょっと見えないわかるかな、ちょっとちょこんちょこんって乗ってます。これ卵なんですね。はい、こうやって産みに来るんですね。こうやって卵を取って、またこの中で買って実験に使う。へえ、これスーパーで買ってきたんですか。あ、そうです、近所のスーパーで買ったまさかこのかいわれ大根もね、はい、あの町長さんに食べられると思ってなかったでしょうね。はい、この後あのよかったら食べていただきちょっと、はい、いろんな意味で食べづらいんですけど、はい、ああ、なるほどね、面白いです、ありがとうございます、はい、でもこれなんでそのここで育ててるんですか。あ、これですか。これ、はい、あの今日はあのお見せするためにあの結構多くの種類を集めてきましたけど、こうやって卵を取って、一匹一匹先ほどのような感じで育てて、あのいろんな実験に使うということですね。すごいね、こういう蝶々っていうのはなんかこう取り寄せるのかと思ったら、もうこちらはもう場所が素晴らしいから、はい、もうそのキャンパスでもうそれがね手に入ってしまうってことなんですもんね、はいはい、調達できる。はあ、はい、ありがとうございます。え、でこちらまた奥に案内していただきましたけど、あの大きな蝶々はどういうふうに飼ってますか。なんか今大きな扉が開いたら奥に、これなんか冷蔵庫、はい、そうですね、10度ぐらい、これも高温器なんですけれど、待ってください、ちょっと今いいですか。なんかこう紙が何か中に入ってます、大事そうに包まれてるのかな、はい、この中からですね、アゲハチョウが出てきます。え、蝶々、はい、あれ生きてる、はい、え、生きてる蝶々、ああやって保管するんですか、はい、こうやって保管すると長持ちするというか長生きしますね。しかも10度、はい、これも本当冷蔵庫ですよね。そうですね、あの餌はあの何日かに1回あげるんですけど、砂糖水、この状態で大体2ヶ月ぐらい。はあ、気温を低くして、ああやってこう、はい、丁寧に包んでおくと、はい、蝶々さんが長く持つっていうことで、はい、こういう風に高級な和菓子かと思いましたよ最初そうです、冷蔵庫だし、まさか生きてる蝶々さん入ってと思わないですよね。ありがとうございます。はい、はい、すごい。手相的には、あの別にあのね、蝶々さん乗せてね、はい、今自分の手相とか確認してる場合じゃないんですよ。はい、はい、わかりました。うん、まあ、最近ちょっとね、あの手相の見過ぎでね、目が疲れてるっていう線も入ってますけどね。そうなんですね。はいはい。はい、っていうかさ、はい、蝶々が冷たい。はい。冷たい蝶々ってなんかもそれも初めての経験なんですけど、はい、ね、この入れ物もだいぶ冷えてます。ちょっと触ってみます。冷たちょっと何なんですかこの冷たい入れ物を触らせて冷たいって言ったらふって貴重ね、ちゃんと大事に大事なの、はい、
出ないと。はい、ありがとうございます、はい、あんまり出しておくと元気になりすぎて飛んでいっちゃいますので、はいね、こうやって保管してるということです ね、 ですね。ありがとうございました、はい、ちょっとねもう見どころたくさんあるんで奥に進んできますね。奥に行きますと こちらに、あ、上田先生、うわあ、捕まっちゃったありがとうございます。行かないでください。すいません、ね、あの悪ふざけやめてもらいます。この網、こんな大きい網見たことあります？これ網ですよね。これでかいだけ違うんですよ。なんと伸びる。本当だ、伸びる。急に通信販売が始まったんでしょうか。さらに伸びる、うん、見てください。いつもより多く振ってますよ。ガンガン振ってますけど。あのお正月のね、いつもより回してますよみたいな感じで言ってるけど、はい、あの振りすぎて天井にガン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 当たってるから。これこんなでかい網でこれ何捕まえるんですか？これはあのすごい高い木の上で飛んでいる蝶を捕まえるための網なんですね。これ何メーターまで伸びるんでしたっけ？これは5メートル。そっか、そしたらもう木の上の方にいる蝶々もこう取れちゃいますもんね、うん、そうですね。あの最長で9メートルの竿があります。でね、ちょっとこれ試してほしいんですけど、これが普段使っている捕虫網ですね。これも虫網みたいな。そうなんです、虫取り網。これがですね、ちっちゃいでしょ。はい、あ、振って、うん、こんな感じで、あ、標本当たる。すごい、なんか今こうワンタッチでバーンってでかくなりましたけど、これはね、あのバッグにも簡単に入るということですね。ああ、持ち運びにもいいですね。持ち運び、これちょっとしまってもらっていいですか？しまう、ここさっきみたいな。何笑ってんすか？え、どうぞどうぞ。いや、ちょっと、あのなんかポップアップテントとかこういう形で、そうそう、最近ねワンタッチでポーンってこう開くテントありますけど、うんうん、そのね、虫取りであるのっていう、誰でもしまえると思うんですけどね。どうでしょうか。やりましょうかね。はい、お願いします。こうやって持ってね、ポンって言いましょう。これでシュッて死ぬって飛んだわけですね。どうですか、あの令和一、あのムカつくドヤ顔してますね。知らないもんだって、初めて見たんだもん、そんなの。わかんないじゃないですか。いやー、もうこういう網があるということはね、確かにね、こうやってやると網がね、持ち運びもできていいよって、はい、こういうのもあるんですね、はい、なるほど、わかりました。そして、あー、皆さんざーっとご覧ください。はい、きれい。標本ですか、蝶々の？そうですね、これはモルフォ蝶というブラジルの蝶になるんですね、はい、世界で一番綺麗な蝶と言われています。鮮やかですね、はい、でもこれ実は色がついているわけではないと言われています。どういうことですか？これが羽の上に構造色という立体的なピグメントが立ってるんですね、ええ、でそれに自体には色がついていなくて、光の反射で色がついているように見えると言われています。なんかトンチみたいな話。ここではもう綺麗な青に見えてんだけど、はい、でも本当は青くないんだ。そうなん、いろんな凹凸によって、そう今僕らが見させられてるだけっていう。そういうことになりますね。このぐらいにしておきましょう、はい、分かったような分からないような。で、ここですよね。これですね、これ大きな、なんかまた大きな、これヨナグニさんというガになります。日本で最も大きなガになります。これガなんすか？そうですね、ガなんですね。こんなん夜飛んできたらめちゃくちゃ怖いですね。ほんとモスラですよね。モスラ、確かに確かに、名前はね、与那国さんってなんかお隣さんみたいな感じなんですけどもね。これ怖いですね、飛んできたら。ほんと、ここ日本にいるの？これはあの本州ではなくて南の方、南西諸島に分布しているガになります。いや、貴重なものがこちらね、はい、たくさん展示されてるんですね、はい、ありがとうございます。この後モスラも出てくるんでね。モスラ楽しみにしておいてください。モスラ出てくるんですか？モスラ出てくるかもしれないですね。あの本当ごめんなさい、嘘か本当かだけ教えてもらってもいいですか？はい、モスラ出てくる？出てくる、出てくる、出てくる、話には出てくる、話には出てくる、ね、何言ってんだよ。じゃ次行きましょうか。あ、こちらもまた標本が並んでおります。上田先生、はい、そして平井先生、ね、こちらも紹介していただけますか？今日は桜まつりということで、はい、幼虫が桜を食べる蝶を集めてみました。なるほど、こんなにもね、多くの蝶が桜を食べてるということなんですね。プロフィール欄があったら好物桜って書く人たちですね。そういうやつですね。はあ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 、
ね、こういう桜という木の中でいろんな、ね、蝶がね、多様な蝶が生み出されているというのがね、興味深いところですよね。興味深いですね。桜って人間もね大好きですけど、はい、蝶々たちも大好きなんですね。そうなんです。で次ね、こちら見てほしいんですけども、はい、カミキリムシです。クビアカツヤカミキリという最近話題の外来種のカミキリムシになります。外来種で、このカミキリムシの幼虫がですね、この上見てほしいんですけど、上の方、写真ですか？写真ですね、はい、これ幼虫が出した糞のクズなんですね。こんなに出すんですね。はい、桜の木の中を食べちゃってですね、でそれで穴だらけにしちゃうんです。でそれで桜とか梅とか桃とかが枯れていっている。それが関西地方では問題になってます。このようにね、外来種によって多様な在来の昆虫たちが損をしている、まあ、生態系も崩れてしまいますもんね、はい、その辺を先生たちは見守ってくれてるってことなんですね。そうですね、そういう生物多様性の保全をするために外来種も研究しているということになりました。ありがとうございます。とお辞儀した目の先にはめちゃくちゃテンションが上がる。そうですね、これがですね、マレーシアで採集されたカブトムシ、クワガタムシ、かっこいいですね。かっこいいですね。モレンカンプ、コーカサス、アトラス、最高ですね。先生も大好き。大好きですね。やっぱり昔こういうカブトムシ、クワガタあたりから虫の世界にハマっていった感じなんですか？いや、私はアリです。違うんかい。アリ？アリからこの世界にハマっていった。そうですね。なんかあったんですか、そういったエピソード？いやー、私覚えてないんですけども、母がちっちゃい時に私を公園に連れて行ったら、遊具に遊ばずに、遊具で遊ばずにアリを見ていたらしいです。もう昔からそういうことなんですね。惹かれてたんですね、はい、こちらなんで今このカブトムシやクワガタを紹介してくださったんですか？あ、そうですね、最近ですね、こういう海外のカブトムシやクワガタムシが日本国内の野外で見つかるということがあるんですね。だって日本に生息してないですよね。はい、あの飼育した個体が逃げ出している。そうか、そういうことがあるんですね、うんうんうん、それが逃げ出すと在来のカブトムシが生息する場所っていうのが減ってしまうということで問題になっています。そうか、こういったブームもあったり、やっぱ人気なので、はい、買うんだけど逃がしちゃったりとか、はい、外に出しちゃったりするとやっぱ生態系が崩れてしまう、非常に良くないことなんですよね。そうですね、で皆さん本当にもし買うんだったら責任を持って最後まで買うっていうふうにしていただけたらなと思ってます。ありがとうございます。でごめんなさい、ちょっと今こちら見たら顕微鏡があって何か映ってますが、平井先生、ちょっとこちら説明していただけますか？はい、そうですね、これあの実物はこんなちっちゃい、うわー、また老眼だから見えないわ、はい、これ何ですか？アリみたいなものなんですけど、ちっちゃいですね。はい、この顕微鏡でよく見ると、あ、出てきます。あ、こちら蜂？蜂なんですね。なんかお尻にだって、はい、針ありますもんね。針があるんですよ。これがですね、こちらに用意した、なんかお写真用意していただきました。普代で見つかった新種の昆虫です。で名前がですね、ゴジラコマユバチ。さっきモスラが出てきたみたいですけど、こっちはゴジラですよ。ゴジラって名前って小さいけどちょっと怖いですね。はい、はい、そうなんです。なんでゴジラって名前ついてるんですか？この蜂はですね、寄生蜂なんですけれど、ええ、この水の中に潜って水面に浮いて草を食べているこのガの幼虫ですね、うんうん、ヒメマダラミズメイガっていうガがいるんですけど、それに寄生すると、はい、でその幼虫を見つけると、あのなんか誘い出して、針を刺して卵を産むという性質があるんですね、うんうん、で水から出てきてガを襲うのでゴジラという名前に。そっか、あの映画のゴジラもこう海からこう出てきて、はい、で大陸にこうね突入して襲ってくってありますけど、はい、なんかその辺からっていう。そうですね、はい、こちら皆さん、普代で見つかった新種って書いてありますけど、はい、何このキャンパス内で新種が見つかったってことですか？はい、これすごい大ニュースじゃないですか？はい、そうなんです。あのこのキャンパスの中に勝負池っていう結構自然の残ったいい池があります、ええ、そこで見つかった新種のやつですね。誰が見つけたんですか？あ、これはあの学生が見つけて、まあ、私とカナダの研究者とあと数名であの
新種として発表したものです。これすごいことですよね、はい、その時ってやっぱテンション上がりました？そうですね、はい、その知らせ聞いた瞬間どんな感じだったんですか？いや、私たちでは新種っていうのはわからないので、うん、カナダの有名な先生に送って見てもらって、新種に間違いないということで、研究してた神野君という学生なんですけど、はい、その人と一緒にはよかったです。ちょっとじゃあその時の瞬間僕言いますんで、その時のリアクションお待ちくださいね、はい、これ新種だったよって僕言いますんで、その時のリアクションですね。はい、今回見つかったこちら、おめでとうございます、新種でした。やりました、新種です。これぐらいでいいですか？いや、だいぶ喜んだってことでしょうね。今お互いに怪我しちゃいました、すみませんでした、本当にすみません、本当にね、ありがとうございました。体温が熱いな、はい、ありがとうございます。すごいね、こちらキャンパスには新種もいるというすごい場所なんですね、はい、じゃあそしてこちら学生さん、福田さん、西さんに来ていただきました。はい、ここでお二人にはクイズを出していただけるわけですね。はい、では福田さんお任せします、お願いします。はい、クイズは全部で2問あります。じゃあ1問目からいきます。はい、はい、環境省レッドリストで絶滅危惧種2類に指定されていて、大阪府にも生息するナマズ目の魚は次のうちどれでしょうか？1番赤座、2番塩無、3番無惨、どれでしょうか？あれ、なんかさっきこの1番に関しては登場してましたよね、前半の方で入り口の水槽で見たような。で、確かにあれちょっとナマズっぽい形してたんじゃないかななんて思ったんですけども、どうでしょうね。皆さんこちら応募はですね、特設サイトの応募フォームからお願いいたします。これね、生配信中のみ受付をしております。で、こちらですね、正解者の中から抽選で10名の方に素敵なプレゼント発送させていただきます。正解は後日、特設サイト内で発表いたします。皆さんぜひね、予想をして応募していただきたいと思います。なんでどれでしょうね、どれなんでしょう、正解ね、どれなんでしょう。福田くんね、わかんないね、ちょっと難しく作ってしまって。そうだよね、難しいですね。はい、わかりました、福田さん、ありがとうございました。はい、そして西くんお願いします。もう1問、2問目、はい、すみません、ごめんなさい、もう1問あります。はい、はい、いきます。先ほど説明にもありました、日本で発見された新種の M ゴジラ、ゴジラクマイバチなのですが、なぜ怪獣ゴジラの名前がついたのでしょうか？1番口から炎を吐くから、2番見た目がゴジラに似ているから、3番虫の怪獣であるモスラと戦うから。あれ、これさっき言ってましたっけ、これ言って、この説明出てましたっけ。なんかさっきの話だと、なんか水から出てきて、なんかうわーとかってあるからゴジラって名前がついたって言ってましたけど、どれなんですよね。あ、そっか、それ以外にもあるってことなんだ、この中のどれかで、うん、まあまあはっきり言って1番と3番ないでしょうね。難しい、どれでしょう、どれでしょうね、これはちょっと難しいかもしれません。うるさいな、本当に。はい、皆さんもう一度言います、応募は特設サイト応募フォームからお願いいたします。生配信中のみ受付です。正解者の中から抽選で10名の方に素敵なプレゼント発送させていただきます。正解は後日特設サイト内で発表します。お願いします。お願いします。はい、さあそして、はい、西さん、はい、来ていただきました、僕からはキャンパスビオトープ活動というものについてちょっと紹介したいと思います。このキャンパスビオトープっていうのは、この中本キャンパス全体を、自然と人間活動の調和を感じることができる空間にしようという活動です、うん、でこの里環境の会っていう学生団体なんですけど、はい、この団体がメインで活動を行っていて、例えば、池に生えたヨシを飼って水面を出すことで、カワセミやミナミメダカみたいなこういう生き物の生息環境を維持することができたり、その他にもルートセンサスという方法を用いて蝶の調査を行ったり、池や水路の水質調査を行って、学内の自然の、状況について考察するという活動を行っています。うーん、本当にこう綺麗にまとめていただいて分かりやすかったですけども、はい、普段こちらでね、虫の研究をされるわけじゃないですか、はい、やっぱり虫ってお好きなんですか？はい、好きですね。どうしてそんなに？いや、でもちっちゃい時から好きだったんで、理由っていうのは特に今思いつかないんですけども、うん、気がついたら虫生き物はずっと好きなんで、今楽しいですか？はい、楽しいです。福田さん、なんでさ、その虫に興味が湧いたんですか？はい、そうですね、
自分も物心がついた時からもう虫を追っていました。そのまま大学生になってしまって今も虫を追い続けています。はあ、やっぱりね、皆さんこちらの方ですね、本当に虫愛にあふれた皆さんです。どうですか、そちらの方何かありますか。はい、ありがとうございます。ですね、今生配信を見てらっしゃる方から、はい、質問が届いてまして、いいですか。はい、さなぎはブヨブヨしてるんですかと、どうやって出てくるんですかというふうに質問をいただいています。あ、今ね、さなぎって実際触るとブヨブヨしてるの、さなぎからはどうやって出てくるんですかという質問がありましたが、これどなたに答えていただきましょうかね。これは平井先生です。平井先生お願いします。はい、サナギ、蝶のサナギですよね。はい、ね、蝶のサナギ、種類によって硬いものからあんまり硬くないものまであるんですけど、ブヨブヨはあんまりないです。ただ幼虫からサナギになったばっかりはみんなブヨブヨしてるんですけど、しばらくするとある程度の硬さを持つんですね。で、先ほど見ていただいたアサギマダラなんかは、まあ、手の上で乗せてるぐらいだったら大丈夫なんですけど、床に落とすとベチャッと卵みたいに割れちゃうという。そうなんですね、はい、それぐらいの硬さです。で、出てくるときはですね、アサギマダラの場合は頭が下ですので、うん、その下の方からパカッと割れて、で、スルッと出てくる。なんか口では表現しにくいです。なんかボトンって落ちたりしないんですか。あ、そこがですね、なんか絶妙にできていて、足をサナギの殻にうまく引っ掛けて体をヒュッと出すという感じですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、で最後ですね、もう一つだけ質問したいんですけれども。もう一つ質問、はい、ありがとうございます。はい、標本を作るときに大変なことは何ですかというふうにいただいています。確かに標本を作るときに大変なことは何ですかという、こちらどなたに答えていただきましょうか。これはどうしましょうかね。僕答えも、無理どうぞ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 ダチョウ倶楽部さんみたいな。俺行きましょうか。ああ、どうぞどうぞ。はい、はい、はい、違うでしょ。そうだ、そうでしょ。じゃあ俺行きましょうか。はい、多分ね、福田君上手。どうぞ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 。僕にやりますか。全然うまくいかないんだけど。いってないですね。福田さん行きましょう。はい、僕はですね、よく蝶の標本を作っているのですが、蝶の標本ですね。ありがとうございます。あ、今実際に蝶の標本、はい、はい、こんな感じの蝶の標本を作るのですが、蝶の標本を作る上で大事なこととして、そうですね、このように綺麗に羽を広げて見せるっていうことがもう一番なのですが、標本ということは、学術的な価値もありますので、見えるかな、これよく見てもらえると分かるんですが、はい、この蝶の標本の下にラベルがついていまして、はい、はい、はい、採集した人 と、採集日、そして採集地名が詳しく書かれていまして、うん、これを分かることによって、どの時期にどのような場所でどのような生き物が生息していたかっていうことが分かるっていうことになっていて、うん、それが積み重ねられることによって研究にも使うことができます。蝶ばかりに目がいってましたが、その下によく見たらラベル貼ってありました。いろんな情報書いてあって、これ大事ですよね。はい、僕気になったのが、みんな羽がピーンと広がって綺麗じゃないですか。これなんかこうアイロンじゃないけど綺麗に広げたりするんですか。 どうしてるの。蝶の標本は、天使台っていう板の上に羽を広げて、それを乾燥させることによってこの形で標本が作れるようになっています。綺麗に広がってますもんね。はい、ありがとうございました。はい、はい、島田さんもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、本当にこちら皆さん虫愛にあふれて、そしてね、うん、日々の研究というのは、ね、生態系を守るとかいうすごく大事なことなんだなってことが僕勉強になりました。本当に素敵な時間でした。はい、ありがとうございました。皆さん、はい、ありがとうございました。さあ、続いてはこちらのコーナーへ参りたいと思います。ここからは2組の学生によるパフォーマンスをお送りします。まずは混声合唱団エバコールのステージです。プロフィールご紹介いたしましょう。混声合唱団エバコールは年2回の大きな演奏会と他大学とのコラボやレクリエーションなど、さまざまなイベントを通して合唱を楽しんでいます。
北キャンパスの方や兼部されている方がおり、それぞれのライフスタイルに合わせて部活動を楽しむことができます。団員の趣味や個性も様々です。もちろん私たちの合唱団ではプロの先生方に歌い方を指導していただけるため、本格的に合唱をしたい方にもおすすめです。毎週火曜日、木曜日、土曜日に練習をしているので、ぜひ見学にいらしてくださいとのことです。本日の曲は部下そして首相です。それでは混声合唱団エバコールの皆さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ご紹介に預かりました混声合唱団エバコールです。 EWACHOR と書いてエバコールと読みます。たった今上映している新エヴァンゲリオンとは全くもって関係がありませんが、ぜひ覚えてもらえると嬉しいです。さて皆さんは混声合唱をご存知ですか？混声合唱は主にソプラノ、アルト、テナー、ベースの4つのパートに分かれて歌う合唱の形式です。僕は大学から合唱を始めたのですが、カラオケではあまり注目されない低い声がベースというパートで活躍できると知り、生まれついた自分の声が一つの役割を持てることに魅力を感じました。3年生になった今ではベース以外に指揮者も担当しています。私たちは毎週火曜日、木曜日の午後6時と土曜日の午後1時から練習しています。練習中はマスク着用、ソーシャルディスタンスを守り、そして換気を欠かさずに行っているため感染対策もバッチリです。新入生の皆さんにエヴァについてもっとよく知ってもらうため、今日はここでプチコンサートを開きたいと思います。1曲目に演奏する曲は部の歌部下です。部下は昭和40年に卒業した OB さんがエヴァコールのために作曲された曲です。ぜひ聴いてください。先は新3回生の宮永が MC を務めます。皆さん部下はいかがだったでしょうか？次にお送りするのは首相という曲です。酒を褒めると書いて首相と読むように、お酒を飲む楽しみと喜びを褒めたたえる曲になっています。合唱に関わりのある大学生に親しみの深い曲ですが、私たちは大量に飲酒を進めるような団体ではないのでご安心ください。それではお聞きください。
本日のエヴァコールの演奏は以上です。皆さんお聞きくださりありがとうございました。私たちは年2回ある演奏会に向けて練習を続けています。1つ目は大阪を中心とした複数の合唱部で合同の演奏会を作り上げるジョイントコンサート、もう1つはエヴァコールの1年間の集大成といえる定期演奏会です。これらに加えて大学祭のステージや一般の施設へ訪問しての演奏会なども出演しています。私たちの活動に興味がございましたら公式ツイッターやウェブサイトをご覧くださると嬉しいです。ではでは本日のプログラムは以上です。ご視聴くださりありがとうございました。エヴァコールの皆さん、素敵な歌声をありがとうございました。さあ続いて記述部によるジャグリングです。プロフィールをご紹介いたしましょう。記述部はマジックやジャグリングなどのパフォーマンスをしている部活です。今年度はコロナの関係でほとんど依頼を受けることができませんでしたが、毎年5月に行われる友好祭や11月に行われる白鷺祭で大道芸やマジックカフェを出展したり、老人ホームや地域のお祭り、クリスマス会などでパフォーマンスをお見せしたりしております。現在部員は37名で活動しております。大学からジャグリングやマジックを始めた部員がほとんどで、楽しく練習しておりますとのことです。それでは記述部の皆さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。先ほどご紹介に預かりました記述部ジェンガです。私、本日、進行を務めさせていただきます愛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。これから3人のジャグラーとマジシャンによるマジックの、2つの、演技をさせていただきたいと思います。それでは早速1人目の演者に参りましょう。1人目はシャモです。彼が使う道具はシガーボックスと言います。見た目の通り種も仕掛けもないただの箱です。ただの箱なんですが、彼が使うとくっついたり離れたり不思議な動きを見せてくれます。例
えばこんな風に箱の順番が変わったり、あとは片手に2つ乗せて扱ったり、いろんな動きを見せてくれます。それでは彼に少し大技を披露してもらいたいと思います。お願いします。おー、以上、シャモによるシガーボックスの演技でした。ありがとうございます。それでは2人目の演者に参りましょう。2人目はかすみです。彼女が使う道具はデビルスティックと言います。直訳すると悪魔の棒となる、ちょっと怖い名前をしてるんですけれど、全然怖い道具ではありません。真ん中の大きい棒を両手に持った2本の細い棒で扱っていろんな動きを見せてくれます。例えば片手で回したり、棒が跳ねていろんな方向に動いたり、あとはそうですね、棒を使わずに手首を使って回したりもできます。そして彼女、コロナ禍の間にたくさん一人で練習をしたので2本同時に扱うこともできるんです。それじゃあ大技お願いします。皆さん拍手お願いします。以上、かすみによるデビルスティックの演技でした。ありがとうございます。それでは続いて最後3人目、ジャグラーの演技に移りたいと思います。ポムです彼が使うのはディアボロという道具で、お椀が2つくっついたような形をしています。この道具を、紐と2本のスティックで操って演技を見せてくれます。さらにこのディアボロ、1つだけではなくて2つ同時に扱うこともできます。おお、拍手お願いしますありがとうございます。2つ回るだけじゃなくて、例えばこんな大胆な動きができるのもディアボロならではの特徴です。さらに彼もコロナ禍の間コツコツ毎日練習をしていたので、なんとディアボロ3つ目を追加することができるんです。3つ回るのに少々お時間かかりますので、温かく見守ってあげてください。皆さん拍手お願いします。ちょっともう一回チャレンジするそうなので、もう一度見守ってあげてください。ちゃんと毎日ツイッターで1日1個動画を上げながら練習を積んできた子なので、すごくうちの部で多分一番ディアボロがいっぱい回る人です。お、いけそうかな。じゃあ大技お願いします。はい、以上ポムの演技でした。ありがとうございます。それでは続きまして、マジシャンによるマジックに移りたいと思います。少々準備が必要ですので、先に演者の紹介の方をさせていただきます。今日マジックをしてくれるのはパキラという女の子です。彼女はマジックがとっても大好きな女の子で、部活動だけでなく自らマジックバーなどにバイトに行って修行を積んできた、そのぐらい熱意のある子です。そんな彼女のとっておきのマジックです。ぜひお楽しみください。どうぞ。よろしくお願いします。それでは早速マジックさせていただくのですけれども、今日は特別にエヴァコールさんからゲストを呼びしました。どうぞこちらへ。どうぞ。はい、お名前をお伺いします。矢野です。矢野さん、皆さん矢野さんに大きな拍手お願いします。ちなみに矢野さん、魔法って信じますか？いやー、ちょっと僕は信じないですね。なんか私たちの存在を否定されてるみたいですね。大丈夫です。今日で魔法を信じてもらえるように頑張りたいと思います。それでは早速マジック始めます。使うのはこちらです。紙コップとペットボトル。今からこの紙コップに水を入れます。この水を魔法で消してみたいと思います。この時になんと矢野さんには重要な役割をしてもらいます。こちらどうぞ。これがマジックの結果を大きく左右するので、矢野さんしっかりいきましょう。いきます。まずは左手を腰、そして右手を、あ、右足を前、
最後に右手を頭の上に。ナイスポーズ。これ重要です。お願いします。それでは早速いきます。まずは水を入れます。はい、じゃあこのまま持っていただいて、今から私が矢野さんの周りを3周します。その間になんと紙コップの水が消えてしまいます。この時の注意点が、矢野さんは絶対に何があっても後ろを振り向かないでください。そして皆さんは何が後ろで起こっているかを絶対に絶対に言わないでください。それではいきましょう。まずは1周目。2周目。そして最後3周目。まだ向いたらダメですよ。まだダメですよ。はい、完了しました。もしもこれで私の紙コップの水が消えていましたら、今日一最大の拍手を、せーの、お願いします。ありがとうございます。皆さんお優しい。こういうことが、同じことが多分矢野さんの紙コップでも起こってると思うんですよ。どうです、なんか軽くなった感覚とかありますか？いや、特にないですね。ちなみに今日着替えとか持ってますか？これしかないんですけど。ちょっとドンキに買いに行ってもらわないといけないんですけれども。そして最後の質問です。最後にもう一度、魔法って信じますか？僕ちょっとそういうのはちょっと。覚悟は決まったようですね。それでは行きましょう。皆さんカウントダウン3に引き続きます。せーの、3、2、1、よいしょー、おめでとうございます。いや、ありがとうございました。ちょっとこの中ですけれども、皆さん矢野さんにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。以上でパキラによるマジックの演技を終了したしまし終了したいと思います。それでは最後に本日の演者のおさらいです。まずは最初にシガーボックスの演技を見せてくれたシャモ。続きましてデビルスティックの演技を見せてくれましたカスミ。そしてディアボロの演技を見せてくれましたポム。そして最後に素晴らしいマジックを見せてくれたパキラ。進行は私愛が担当いたしました。皆様本日はどうもありがとうございました。はい、今日から私たちもちょっと魔法を信じてみようかなと思います。そうですね。はい、技術部の皆さんありがとうございました。さあ、ここで視聴者の皆様へお願いです。番組の後半では SDGs 研究室からライブ&トークと題しまして、 SDGs と地球と環境の話を中モズキャンパス B4 棟の実験室から中継で研究者の先生に出演していただきトークを行います。そこで視聴者の皆様の SDGs に関する疑問や質問を募集しております。どんなことでも構いません。ご覧の YouTube ライブのチャット、もしくは普代桜祭りの Twitter にどんどん書き込んでいただきますようお願いいたします。さあ、続いてはこちらのコーナーです。ボッチャの試合フル実況のコーナーです。来ました。やってきました。志村さん、お帰りなさい。いやー、本当にここキャンパス広いからね、結構汗だくになっちゃいましたけども、はい、すごい熱気を感じられたんですが、島田さんはそもそもボッチャってご存知ですか？あ、知ってはいるけど、はい、そこまで詳しくないっていうぐらいな感じですよね。そうですよね、はい、というわけでですね、今日はボッチャに詳しい方々にお越しいただいております。ご紹介いたしましょう。大阪府立大学
学長補佐で総合リハビリテーション学研究科教授の奥田先生と大阪府立大学3年生ボッチャ部部長竹村さんです。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。お願いします。さあ早速お二人にお話をお聞きしていきたいのですが、はい、マイク持っていただきまして、ボッチャっていうのはどういった競技になるんでしょうか。はい、障害者のために作られたスポーツなんですけど、パラリンピックの正式種目にもなっていて、実は日本は、2016年のリオパラリンピックで団体戦で銀メダルを獲得したスポーツなんですよ。わーすごい、はい、日本って強豪国なんですね。はい、そうなんです。これ何人体制ぐらいでやるんですか。そうですね、個人戦とあとはペア戦と団体戦っていうのがございまして、はい、それが、クラス重度の障害の方のスポーツなので、はい、障害のレベルに応じてクラス分けされて、で競技が分けられているという感じです。なるほど、はい、大阪府立大学とボッチャというのは結構ご縁が深いとお伺いしたんですが、どういったご縁なんでしょうか。私は答えますね。お願いします。私がいるからです。なるほど、すごい答えでしたけども、ね、はい、一般社団法人日本ボッチャ協会の代表理事しておりましてですね、皆さんちょっと思い出してほしい、返してほしいんですけど、東京でオリンピックが決まるかどうかっていうところで、うん、東京って出た時ってついこの間に思いますけど、もうね2013年だと思うんですけど、おもてなしの時ですよね、はい、あの時に私ねハラハラしてテレビ見てたんですけど、うん、東京決まってものすごく嬉しかったんです。ただね不安で、まあ今もまだまだですけど、その当時ボッチャそこそこ弱かったんです。あ、そうなんですか。それでですね、東京でこれは金取らさないかんぞというプレッシャーがありましてね、それでですね、ちょっと竹村このボール2つ同じ方で握ってほしいんやけど、両手でだからね、ルールでね、ボールの柔らかさっていうのがもっと強く握りグッとだから、かなりねルールになかったんですよ。でね、国際大会なんかでいろんな世界いろんなこと考えてきて柔らかいボールを出してきたんです、うん、そしたらね、今彼女が説明してくれたようにボッチャって重度の障害の方なんで、このボールを投げるのが本当精一杯ね、本当は10メーターあるんですけど、10メーター以上投げれなければいけないんですけども、うん、この柔らかいボールっていうのは後で出てきますけど、ジャックボールいう白いボールの前で止まるとね、それをぶつけてですね、それを潰していかないかんというヒットっていう作戦がものすごく重要になるんです、うん、そしたら柔道障害で寝返りもできないぐらいの重い彼らをやっぱりジャパンもう一回これトレーニング見直さなあかんぞと思いまして、やっぱり力つけないかん、そういうことで、私がリハビリの教員もやってる関係もあって、ボッチャトレーニング、いわゆるボチトレっていう新しいトレーニングを考案して、それを大学の体育館の施設とか学生さんの力借りながらずっとやってきたんです。そしたら幸いですね、私東京で金取らすためにそれやるつもりで仕組んだんですけど、幸いリオで銀メダル取ってくれてですね、うん、でその取ってくれた選手たちはですね、府立大学の体育館へずっと強化合宿に来てましてですね、本当に学長体育館どうもありがとうございます。もうありがとうございました。それで今もですね、まあ、今ちょっとこのコロナのことがあるのでね、うん、彼ら障害が重いので各自でトレーニングしてますけど、うん、それまではずっと府大の体育館に来てみんなずっとトレーニング励んでくれて、この去年の東京に望む予定やったんです。あ、なるほど、そういうところでね、はい、普代のボッチャっていうのは関わりが強くあります。もうかなり深いですよね。それは普段はどういった活動をされてるんですか。普段あどうぞ、はい、普段は、選手として試合に出ることもあるんですけども、はい、体験会を開催して地域の小学生だったり商業施設だったりっていうところでボッチャを普及するための活動を行ったり、あとは審判活動を行っていて実際の公式戦の審判をしたりとかっていうこともしています。ああ、はい、なんか戦略性もあってね、はい、あとその力が強い人も弱い人も同じように楽しめるから、はい、なんかみんなでできて楽しいゲーム、スポーツですよね。はい、そうですね、誰でもできるスポーツなので、いつも体験会行った際も
のおじいちゃんからちっちゃい子供までみんなで楽しんでいただけています。さっき実は僕ちょっとだけ体験させていただいたんですけど、うわーとかうわーとか言いながらもうすごい楽しくなっちゃって、で気づいたらね汗だくでいい運動にもなるんですね。うん、楽しかったです。大盛り上がりでしたもんね。そろそろ本番ですって怒られましたもんね。そうですね。私もう一言喋っていいですか。もちろん、はい、あの今彼女言ってくれましたよね、この桜祭りがね本来あのオープンで行ってたんで、今までは例年は本当に満開の桜の木の下でボッチャってあの屋内競技なんですけど、この桜祭りだけはオープンボッチャってしてたんです、うん、そこへねあのキッズコーナーみたいにもう堺のね5000人6000人大阪府下の方々が来られる中で子どもさんがこのボッチャボールね楽しんで投げてくれて、うん、で私の思いがですね、あのボッチャ部で彼女たちが入学してきてくれてこういう障害者のスポーツに関わってくれるんですけど、多くの学生がこう障害がある方と関わるのが初めてですということなんですけど、うん、まあ、その子どもさんたちがこのボッチャをしてもらうと彼女たちがあと10年後大学生になった時にもう障害って当たり前、うん、っていうところをね、はい、もうあの目指して、ね、彼女たちは今各小学校回ってボッチャって面白いよっていうのをこう、うんうん、こう啓発に動いてくれてるというところです。そうですね、そういったきっかけになるのがね、はい、またいいところですよね、はい、ボッチャを通して辰巳佐護先生、はい、そして大塚先生はボッチャの経験とかあるんですか。はい、終わりです。あの数分前に初めてやりました。すいません小田先生。もうね、もう今日ボッチャ頑張るよっておっしゃってましたもんね。あれから元気でした。そうだったんですね、はい、でも今日はですねお二人にもボッチャをやっていただくというふうに、はい、なっておりますので、今から、奥田先生と竹村さんにレクチャーをちょっと受けていただこうと思います。はい、はい、このままこの流れでじゃあ立っていただきまして、はいはい、じゃあよろしくお願いします。早速、はい、頑張ります。頑張ってください。ね、あまり普段されてないっていうことだったんで、でも頑張るぞって楽しみっていう風にずっとおっしゃっていて、すごいな。え、ね、でこの後学長学部長と学生さんが対決するわけでしょ。そうなんですよ。学生さんにさ、はい、学長と学部長が 副学部長がボコボコにされたら面白いですよ、はい、だからそっちを応援しよう。そうですね、あの学生には絶対負けるなんて言ってますよ。いいですね、頑張って。はい、それでは学長と副学長にレクチャーしていきたいと思うんですけど、まず最初にルール説明したいと思います。まず使うボールは白のボール1球で、これはジャックボールと呼ばれるボールで目標球になります。そして赤のボールが6球と青のボールが6球になります。で、今回は2対2のペア戦を行うということで1人3球ずつになります。でそれでは早速投げていただきたいと思うんですけど、ルールは簡単で、この白いボールにとにかく近づけてください。で投げ方も本当に自由で、立って投げてもいいし座って投げてもいいし、上からでも下からでも本当に何でもいいので、とにかく自分の好きな投げ方で近づけてもらえたらなと思います。それではまず、まあ、練習としてここにジャックボールを置きたいと思うので、まず普段のボッチャ部のお二人に投げていただきたいと思います。おお菅野さんは、下から投げましたが、川口さんは立って上から投げてくれました。それでは学長副学長もぜひ投げてみてください。頑張って。おー、でもなんかうまいです ね。おー、うまい。おー、すごい。おーピースしてました今、こっちに向かって。嬉しそう。はい、じゃあ、残り2球あると思うので、4人とも練習として投げてみてください。いろんな投げ方試してみてくださいね。おー、ぶつけてもいいんだ、ああやって。はい、そうですね。はい、上からでも大丈夫です。どっちでも、どちらでも。砲丸投げみたいに投げた。あ、上から。
しゃがんで転がすのか。お、強っ。おー、すごい。引き飛ばした、ね、あれはヒットっていうことですね。あ、はい、はい、お、上から、はい、これはアプローチって言いますね。ピタッと止めた、ね、ジャックボールに近づけるっていうアプローチですね。あ、ヒット出ましたね。あと声出ちゃうんですよ。そうですよね。本当楽しめちゃいますよね。お、はい、空中投げるのがロビングっていう技ですね。なるほどね、はい、これ最後にその白いボールの一番近くにあったチームが勝ちってことですか。そうですね、はい。今、まあ、練習で適当に投げてもらったんですけど、今試合でしたら白に一番近いボールが赤になるので、まず赤の勝ちになります。そして、青、近い青の中に赤が3球ですかね、はい、3球、1,2,3 球あるので赤が3点という形になります。本当カーリングみたいな感じなんですね、そこは。はい、そうですね。で、カーリングと違うところはこの白の的が動くっていう。そうか、より面白いかもしれない。はい、そうですね。そこが、奥が深くていいところです。へ、動き読めないですもんね。はい、うんうん、あと説明うまいな竹内さん。竹村さん、ごめんなさい、竹村さんでした。最悪、褒めたのにちょっとね、間違えてしまいましたが、はい、レクチャーはもう終わり、はい、終了ということで。レクチャーは終わりになります、はい、というところでですね、 はい、これからボッチャ部の学生2名と、はい、辰巳佐子先生、そして大塚先生のペアでエキシビジョンマッチを行いたいと思います。はい、それをですね、部長の竹村さんが実況させていただいて、奥田先生が解説という形で見られるということで、早速最強のペアですね。そうですよ、はい、ね、解説があると見やすいですしね、うん、はい、でもね、島田さん、はい、さっき竹村さんのお名前も間違えましたしね。ごめんね、本当、後で本当正式に謝罪します。本当ごめんなさい、すいません。島田さんね、もうこの後の SDGs 研究室からライブ&トークの中継レポーターとしてね、今からこの中本キャンパスの B4 棟に移動していただかなきゃいけないんですよ。あの、ごめんなさいね、あの、本当言いたくないけどさ、はい、この台本作った人ってバカなの。なんだろう、その、今すごいレクチャーだけ見て本番俺見られないの。そうなんですよ。え、これってごめんなさい、あの、アーカイブ残る？アーカイブ残ります。なんで俺アーカイブで確認するんだよ。ここにいるのに。そっか、じゃあ頑張ってくださいね。はい、しっかりこちらの方で応援しておきますので、学長、はい、ね、副学長よりも学生さんボコボコにしてやってください。はい、じゃあ頑張りますので、島田さん、はい、じゃあ行ってきてください。ありました。はい、ありがとうございます。僕はアーカイブで確認します。今帰ってきたとこなんですけどね。行ってらっしゃい。さあ、ボッチャのエキシビジョンマッチなんですが、皆さん準備は整ってますか。はい、大丈夫です。はい、その前にですね、ちょっと1点だけお伺いしたいことがありまして、ちょっとここでこうレクチャーの姿を見てた時に、皆さんね、 T シャツの裏に後ろですか、なんかこう文字が書かれてまして、これはなんて書いてあるんですか。と、普通が変わる、普通を変えろ、普通を変えろです。はい、はい、これはどういった意味で。はい、では私が説明しますね。お願いします。いわゆる、あの、障害のある方を、うん、一般の方がこう見る見方、はい、そういったものがこの重度障害のボッチャで東京で金メダル取って、うん、日本全国こうボッチャ、ね、旋風って、あ、彼らがあんなにできるんだっていうところをやっぱり見せようと思ってるんです。あ、だからやっぱ人の可能性っていうのが、うん、もうこのボッチャからすごく出てきますので、はい、一般の方が障害がある方を見る見方、うん、彼ら自身も自分たちもっとできるんだっていうことに気づいてもらおうっていうのがボッチャなので、はい、いわゆる今の普通っていうのをボッチャが変えるぞっていう意味を込めて、なるほど、こういう言葉にしております。そういうメッセージ性が込められてるんですね。皆さんね、同じ T シャツなので絆の強さも感じられるのですが、はい、それではですね、ここからは竹村さんの実況、そして奥田先生の解説でエキシビジョンマッチをお送りしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ジャックお願いします。はい、今回は赤チームが先行となりますので、赤チームが白いボールですね、ジャックボールを投げました。で、投げたボール、白い
ジャックボールを投げたチームがそのまま第1球を投げることになります。おお、素晴らしい。どうですか岡田先生、はい、じゃあやっぱこのジャックボールの前に赤ボールを置くということは青にとってはすごく邪魔になりますので、そうですね、いい作戦だと思います、はい、で青の方がねどちらでも相談しながらどっちから投げるんやっていう話で決めていきます、はい、今の角度ですと学長からの難しいですよね、狙うのは。なので副学長が投げます、はい、おヒットしましたね、はいはい、そうヒットっていうのは強く転がしてで赤の位置を変えたのでこれでジャックボールが青から見えますからね。はい、そうですね。で2球投げ終わったんですけどもそれ以降は遠い方のチームが投げることになります。審判を見せた、はい、で審判が青と出してくれてるんですけども青の方がアウトボールになってない状態なので次は青が投げることになります。はい、はい、どっちが投げる、相談してください。相談、声出して相談してください。やります。真ん中に、うん、こっちやったらなんか赤の方が近い。じゃあ白に近づけましょうか、うん、あれバーンって反してしまう。あ、白にバーンってやって大塚先生狙い目はどこでしょうか。あ、赤をどけろという学長の命令なんでそれに従います。赤をどけますか。はい、お、素晴らしい。いや、上手ですね。見事に。ただね、あの赤の方がまだ近いので、青一段ですね。そっちの方が近いんじゃん。全部やったら。だって僕やらほうがいいで多分。二人揉めてますよ。仲良くお願いします。おお、素晴らしい。アプローチ、すごい。アプローチ、はい、今近づけたんですけど近づける技をアプローチと言います。どうしようかな。青を弾きながら、その白の前に赤を置けるように頑張ります。おあー、はい、また青が近いですね。赤が続けて投げなければいけません。次は赤を押します。プッシュですね。プッシュですね。手前の赤が赤を押して白に近づけるようです。おお、まだこの青が近いですね。はい、今のショットはどうですか。あ、上手だと思います。お、じゃあ次はジャックにアプローチで。はい、アプローチっていうのは白に近づける球のことですね。はい、ちょっとこちらのボールがね邪魔になるか分かりませんので。はい、ボッチャは、ここの四角の中が自分の陣地になっているのでそこの中でしたら奥から投げても大丈夫です。あー、しーね、ちょっとね、ちょっとボッチャ部ピンチですね。赤にアプローチでお願い、はい、あ、白にジャックにアプローチします。はい、同じ作戦ですね。白に近づけましょう。ナイス、あ、バッチリですね。狙い通りいきました、はい、狙い通りいきました。これ完璧ですね。完璧ですね、はい。あ、見に来てもらっても大丈夫ですよ。実際の試合でも、見に来ることができるので、団体戦の時とかは、メンバーが全員コートに出てきて話し合いが行われています。先生に近づけてもらう。あの、この赤を外に出すように当てる。いや僕がやった方がいい。僕がやった方がいいですね。なんかやらかしそう。
惜しい。狙いは良かったですね。惜しいですね。でも赤の位置が完璧だったので動かなかったですね。なあ、いやどうしようもないで、あんなもうこれってなんかむちゃくちゃして破壊するちゃうと全然結構です。はい。はい、どうなるか分からないですよね。赤さえどけたいもんね。あ、そういうことですね。じゃあちょっと一回やってみますね、この硬い球。はい。あ、おお、惜しい。お、ひょっとして近いです、近いです、近いです。お、素晴らしい、はい、ナイスショットです、ナイスショット。青が近づきました。ナイスです。お、素晴らしい。今、手前の青を学長がプッシュしたので青のボールが白に近くなりました。ナイスショットでした。この赤をプッシュします。これを押します。お、なるほど。普代は、普代ボッチャ部は赤を押すようです。最後の一球ですね。そうですね、最後の一球ですね。おお、ナイス。赤が近づきましたですね。今完璧ですね。これはもう完璧ですね。狙い通り。アプローチしかないってことやね。だけど、そこら辺に近づけてっていうことで、ちょ、学長からすると青のライン通ってますからね。はい。今見えてますか、視界。はい。この一発ですね。はい。あ、惜しい。あ、残念、惜しかったですね。はい、これで全てのボールが投げ終わったのでボールフィニッシュということで1エンド目終了になります。では得点を確認しましょう。あ、見に来てくれても結構ですよ。はい。まず一番白に近いのが赤なので赤の勝ちになります。でそこから一番青の中で近いのがこのボールになるので、それより近い赤のボールがこの2球になるので赤が2点になります。はい、すごい2点。悔しいボコボコにするはずやったのに。悔しいですか。悔しいわ。いや、まだ大丈夫です。とでも A 勝負やったのね。はい、A 勝負。はい、今日は、2エンドの試合をやるのであと1エンド残ってます。はい、じゃあボール持っていってください。はい、そうですね。次3点取れば勝てます。はい。はい、次は青チームがジャックボールを投げます。ジャックボール投げるのも誰が投げるか決まってないので学長副学長で相談してもらって投げる人を決めてもらいます。あ、このね V ラインの向こうであればどこでも結構です。だから近場で勝負するか遠くで勝負するか、このあたり近場の方が多分決定いただけたらと思います。近場でするよ。はい、でもジャックお願いします。では学長もう一度お願いします。はい、はい、ジャックボールを投げた方が続けて投げることになります。はい、大事ですよこの一球。あ、次は赤ですね。じゃあジャックボールにアプローチします。はい、最初なんでね、できるだけ赤に近白に近づけた方がいいですね。ナイス。ナイスプレーです。さすが、ナイスです。じゃあ絶対そちらこっちが端マイクがついてけえへんから、ね、僕はあの赤を弾くという作戦でいきます。
と白の間やって白を持ってます。そんなコントロールあるかどうか分かれへん。間の間ぐらい。あ、ナイスです。ナイスヒットです、ね、狙いと全然違います。はい、はい、今のはヒットという技でした。強く当てて白を動かせました。成功です。僕から白にアプローチします。はい、赤チームは白に近づけるようです。あ、味方の赤に騙されましたね。ちょっと邪魔してしまいましたね。どちらでしょう。青、おー、これどうしましょう。これは僕がこっちに近づけたらいいってことだよね。完璧です。完璧です。ナイスでしたよ。完璧です。今くっついた白と青を弾きに行きます。お、彼からは自分のところの赤のボールがかなり邪魔になってる可能性ありますね。はい、ヒットですね。間を通すんですかね。ね。はい。おお。今のショットはどうですか。いや、いいんじゃないですか。で、はい、次の赤玉がね、ちょっと使えますからね。はい、ですけど、そうですね。ちょっと脱ぎます。汗なくなってきた。大塚先生、やる気が回ってきましたよ。はい、今ヒットして、青の位置が動いたおかげで川口さんの位置から赤ボールが投げやすくなりました。はい、じゃあ、あの白と青の間をめがけて投げます。はい、近づけましょう。ナイス。お、どうですか。僅差ですね、だいぶ。おお、まだ青が近いですね。今いいショットでしたけどね。ナイスショットです。はい、と横にある青ボールを弾きます。なるほど。あー、惜しい。今のは青ボールを弾きに行ったんですけど、ちょっと失敗ですかね。失敗ですね、はい、このミスは大きいかもしれない。はい、ちなみに今のボールはコートの外に出たのでアウトボールになってます。さあ、赤ラスト1球。はい、ラストですね。青の前につけます。なるほど。おお、ナイス。ナイスショット。ナイスショット。で、はい。今、赤チームが6球投げ終わったので、残り3球残ってるんですけども、すべて青チームのターンになります。白を向こうに押し合った方がいいんじゃないですか。そうですね、今日は2エンドなんでね、はい、最低2点3点を取る作戦を考えなければ勝てませんからね。はい、とりあえずに、はい、ここら辺に行ったら、はい、2点取れる。これですね。あれ、青が後ろにジャックボールの後ろにあるんで後ろを取るって言いますけどね。ジャックを動かしたら青に近づきますからね。そうですね、はい、いい作戦だと思います。はい、やってみてあかんかったらそっちでこうやるしかないです。あと3球残ってるので、うん、もしかしたら大逆転あるかもしれないですね。はい、ちょっ
とボッチャ部ピンチじゃないですか。ああ惜しいですね。もうちょっとですね。もうちょっとですね。もう一回青ですね。どうしても力が入るんであれですね。残り大塚先生のみですね。あと2個。どんな印象？これでも赤からもう白にドーンと当てて、で白を動かすしかないですね。そういうことですね。はい。言うのは簡単やけどやるの。これは面白い展開ですよ。あのジャックだけが後ろに行けば、そうですね、はい、はい、青2点、3点、わかりました。今ちょっとミスショットのように見えましたけど、したよ、はい、今ミスのように見えましたけど、次白ボールを後ろに押すことができたら、はい、はい、大逆転になります。これ本来はロビングかな。惜しい。はい、ボールフィニッシュです。点数を確認しましょう。一番近い青のボールがこれになって、それより近い赤のボールが3球あるので赤が3点になります。やっとくやっとく。でこれで1ゲーム目が2点で、今の2ゲーム目が3点になるので、合計赤が5点で赤の勝ちになります。ありました。はい、これで試合終了になります。はい、ありがとうございました。いやもうね、大逆転なるかなとハラハラして見てたんですけれども、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、続いてはですね、こちらのコーナーに参りたいと思います。SDGs 研究室からライブ&トークのコーナーです。このコーナーでは研究者の先生や学生に対して視聴者の皆様からの質問を受け付けています。気になることなど何でも構いませんので、この YouTube ライブのチャット、もしくは普代桜祭りの Twitter までどんどん書き込んでください。ここからは中継先の島田さんにバトンをお渡しします。島田さん、本当だよね、さっき本当びっくりしちゃって、なんかあの、魔法とかって信じます？魔法とか。いやなんかさっき魔法見ちゃって、なんか頭に水やったら水って消えてたんですよ。島田さん、すげえなって思って。島田さん、はい、はい、あ、全部今回はあの聞こえてもいいやつでした。安心しました。あ、え、で、あ、でも中継繋がってました。繋がってますよ。ごめんなさい、今不思議なさっき話、魔法がみたいなことあって、僕その好きだったからちょっと思わず話しちゃってたんですけど、繋がってた。めちゃめちゃ聞こえてました。僕ね、不思議な話好きで、あ、そういえばね、あの不思議な話を扱ってる面白い YouTube チャンネルがあって、あれね、島田秀平のお階段巡り、島田秀平のお階段巡りっていうチャンネルがあるんですよ。皆さん、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。がっつり宣伝ありがとうございます。ちょっと中継行ってもらっていいですか。スタジオにお返しします。いやいや、返さないでください。これからですから、島田さん、今から見ていただかないと。そうなんです、ごめんなさい、いろいろ、ね、お願いしますよ。お芝居してしまいましたけども、今ね、B4棟の方に来ました。はい、で鉛筆で言ったらすごくなんか濃そうなとこなんですけどもね。あの、あ、そう、 4B でした。なんかこちら、あのご覧ください、海洋システム工学海洋環境実験室、海の環境のことをね、いろいろやられてるんでしょうかね。次にこちら行ってみたいと思います。はい、失礼します。こんにちは。こんにちは。わあ、往年の少年隊のような素晴らしい3人組いらっしゃいますけども、こちら先生、はい、はい、そして学生さんがお二人ですね。はい、はい、ではまずですね、先生の方から自己紹介していただいてもいいですか。はい、工学研究科海洋システム工学分野の教授してます、中谷です。よろしくお願いします。中谷先生、はい、マスクをねされていてもなんかすごくイケメンだなという。俳優さんで似てらっしゃる方いません？あ、はい、あのよく坂井正人さんに似てるって言われます。半沢。
いやすいません、すいませんでした。いや、私が土下座する方じゃない。ああ、ほんと急になんか倍返しされたかと思っちゃって、すごいね、先生いらっしゃるんですね。はい、はい、そしてこちらに生徒さんお二人いらっしゃいますが、自己紹介お願いします。はい、修士1回生の細川です、よろしくお願いします。はい、はい、同じく修士2回生の佐藤です、よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、中谷先生、こちらはですね、一体、まあ、何をしているところなんでしょうか。ですね、ここは海洋環境実験室っていうふうなところなんですけども、まあ、海洋の環境の状態ですよね、まあ、例えば水質であったり、うんうん、まあ、生物であったり、はい、まあ、そういうものがどんな状態かなということをいろいろ調べる実験をするところです、うんうん、はい、先生のご専門というのは何になってくるんですか。私の専門はですね、この海洋環境工学っていうものなんですけれども、はい、まあ、要はですね、持続可能に海を利用する方法、どんな方法があるかなというふうなことを工学的に研究するということをしています。はい、日本って四方海に囲まれてる。そうですよ、もう島国ですからね、はい、全部海なわけですよ、周りは、はい、なので、まあ、海を 今までも海を利用してますけども、まあ、これからも上手に海を利用しないといけないんですよね。まあ、ただ、まあ、利用するだけだと、まあ、環境がめちゃめちゃになっちゃう可能性があるので、まあ、それを持続的に、まあ、管理しながら、どうやって利用していくかということを考える、まあ、そういうふうな工学をやってます。本当にちょっと素朴な疑問なんですけど、はい、海を利用って例えばどういうことですか。まあ、例えば資源開発とかですよね。まあ、海の中にはさまざまな資源が眠っているので、あ、まあ、それを使ったりとか、あとは、まあ、皆さんが食べている水産物もものですもんね、美味しい魚とか、はい、でも、まあ、今取りすぎて少なくなってたりとかってしてますよね。まあ、そういうものが、まあね、やっぱり使いすぎるとダメになってしまうので、まあ、持続的に使うためにはどうすればいいかで、まあ、新しい技術、どういう技術が必要かということを、まあ、探っていくという、そういうふうに研究をしています。まあ、本当、じゃあ島国日本にとってみたら、もう切っても切り離せない分野ってことですよね。ああ、そうなんですね。はい、でこちらは何ですか。これはで、まあ、その海洋環境工学ってどんなことをやってるのかっていうと、まあ、技術開発をしてるんですけども、例えば海を、まあ、利用しようと思ったらまず海の状態を分かんないといけないので、海洋計測ですね、計測技術をいろいろ開発したりとかしてます。で、まあ、当然利用する技術っていうのも開発してますし、はい、であとは、まあ、利用した後に、まあ、どんな風になってしまうのかっていう風なことを予測をしたり、環境影響評価をしたりっていう、まあ、そういう技術開発っていうのをしてるんですね。そうですよね、はい、やっぱり海はね、恵みがたくさんあるけど、それを人間のね、都合だけでね、たくさんこう摂取してしまうと、やっぱり環境に悪影響出てきますもんね。はい、その辺やっぱりこの3つってすごく大事なわけですよね。はい、そうなんですね。で、島田さん、 SDGs ってご存知ですかね。なんか最近よく聞くんですよ。なんかざっくりですけど、はい、なんか僕ら未来のためにこんなこと頑張っていきましょうみたいな目標みたいなやつ、なんかいくつかあるんですよね。あ、そうです、そうです、はいはいはい、よくご存知ですね。あ、そう、これ見ますよね。はい、最近よく街中で見ると思うんですけれども、2015年に国連で採択された2030年までに達成しましょうっていうふうな、まあ、目標のゴールなんですね。2030年ってもう割とすぐ最近の話なんですね。もう10年切っちゃってるんですけれども、はい、まあ、目的はですね、まあ、持続可能な社会を作るために、まあ、こういう17個の目標を、世界のみんなで達成しましょうというふうなものなんですね。うんうん、で、まあ、本研究室でやってるのは、14番の海の豊かさを守ろうというふうなところを中心に、まあ、その絵に関わる研究をしてるんですね。で、本学、まあ、いろんな研究室あるんですけども、まあ、大体どのゴールかにこう結びつけられるような、そういう研究をしてます。先ほどの平井先生のところだと、まあ、多分この15番かな、陸の豊かさを守ろうという、あ、昆虫学、はい、そうですね、はいはいはい、そんなところに関係してるというふうに思っております。そっか、いろんな、ね、研究分野があるんだけど、やっぱりこう素晴らしい未来につながるっていう、そういうゴール地点は一緒なわけですよね。はい、で具体的にじゃあ何をこちら研究されているのか教えていただけますか。で、ちょっと学生から紹介してもらおうと思うんですけれども、はい、まずは、まあ、海洋マイクロプラスチックについてちょっとそういう研究をちょっとしてますので、けどマイクロプラスチックってご存知ですかね。でこれもね、なんか最近聞きますよね。はい、ざっくりなんですけど、はい、だからプラスチックってやっぱこう良くないよと、はい、いうことだから、環境のこと考えて、だから最近ストローもそうです、そうです、ね、なんかプラスチック製からちょっとこう、ね、紙のやつに変えていこうとかっていう取り組みありますよね。そうです、使い捨てのプラスチックをやめましょうみたいな、うんうんうん、そういう活動が結構されてますし、ショッピングバッグも結構
普通のビニール袋からマイバッグ持ちましょうみたいなふうにやってるやつです。この前ね、そのエコバッグ今ほらもちろん使った方がいいじゃないですか。で奥さんにねこれ使えなって言われたやつあったんですけど、あれいつもちっちゃくなってるでしょ。でスーパーで買い物して広げたら全部あのハートマークなんですよ。知らなかったからそのデザインって。帰りめちゃめちゃ恥ずかしい。めちゃくちゃ目立ちました、ね、僕は何の話をしてるんでしょう。ごめんなさい、まあ、今そういった環境問題に向けてこのマイクロプラスチック、そうです。でプラスチックをこうどんどん捨てると、まあ、最終的には海にこうどんどん流れちゃうんですね、うん、で海に流れるとこんな風に細かくなっちゃって、で細かくなると海洋の生物が食べちゃう可能性がある、はい、でまあ、それで、まあ、海洋の生態系に影響を与えるとか、まあ、もしくはまあ海 のそういう食べた魚を私たちが食べて健康被害が来るとかっていうことが、まあ、ちょっと懸念されているものなんですね。で、細川君が、まあ、これに関する研究をしてます。はい、じゃちょっとここからは細川さんにバトンタッチということで。はい、はい、研究されてると。あ、はい、そうですね、はい、僕は先ほどのマイクロプラスチック問題っていうことなんですけど、うん、アサリに着目しまして、アサリ、あの貝のアサリ、貝のアサリ、はい、はい、あの貝のアサリに着目しまして、アサリがどのくらいマイクロプラスチックを取り込むのかっていうのを実験して研究しています。いろんなこう、ね、海産物というか海にも生物いますけど、はい、なんでその中からアサリに着目したわけですか。あ、なぜかと言いますと、まあ、マイクロプラスチックっていうのは、まあ、先ほど砂浜に打ち上がってる写真とかもあったとは思うんですけど、まあ、海に漂って存在してるんですけどね、うん、でアサリの餌も実は海に漂ってる植物プランクトンだったりするんで、アサリは海水をそのままプランクトンごと吸い込んで、うん、でプランクトンとかだけを食べてっていう風にして取り込んでるんですよ、はい、その時に間違えてマイクロプラスチックも小さいんで取り込んでしまうんじゃないかっていう風に考えたのが一つです。はあ、実際どうかわからなかったからそこ確かめてみようと。そうです。で特にアサリはあの他の動物、魚とかエイとかも食べるんですけど、さらに人間も直接食べるんで、よりおいしいもんねアサリね、はい、より影響大きいんじゃないかなと思って。はあ、はい、で実際にどういったじゃあ実験をしてるんですか、教えていただけますか。あ、はい、はい、ではじゃあまずアサリ買っているんで、あ、こちらになんか膜がかかってますけども、砂の中は暗いんでその環境に合わせて暗くします。なるほど。あ、奥見えますか。水槽があって中にアサリがポンポンポンといますけど、結構立派なアサリですね。あ、そうですね、結構いいアサリ北海道産なんですよこれ。あ、そうなの。え、これ取りに行ってるんですか自分たちで。いや、あのそこにある大気水産で買ってきたいいアサリです。あ、じゃあ普通に食べて美味しいやつ。あ、食べて美味しいやつですね。もし余ったら食べれるっていう。あ、結構大気水産さんから。あ、はい、そうです。あ、そうなんですね。でこちらは今こうやってアサリを飼ってるわけですよね。はい、はい、ここではアサリを、まあ、ここでプラスチックを入れるっていう実験もあるんかもしれないんですけど、ここではアサリを元気にしている状態で実験に使うための準備っていう感じです、はい、ほうほうほう。実験はですね、まあこれは見本なんで。あ、ちょっと待ってください。なんか、はい、はい、あ、管出てますね。あ、本当だ。ちょっとごめんなさい、動かしてもいいですか。あ、はい、こちらびっくりするかな。こういう風にしっかりこうやって生きてるアサリってなかなか見る機会ないから。そうですね。で、この管から先ほど言ったようにあの海水を取り込んで中の植物プランクトンだったりとか、まあ、他の浮いてる餌とかを取り込もうとしてるわけですね。え、細川さんごめんなさい、はい、この2つ出てるここですよね、管って。あ、はい、そうです。これって僕ね目かと思ってたんですけど、これ管なんですね。あ、そうですね。中にあの貼り付き刺すと中に刺さるのが見えるんですけど、解剖したらここからなんだ、管なんだこれ。海水を取り込んであのエラ呼吸したり餌を取り込んだりしてます。へー、はい、まあ、こんな感じで先ほどは水槽の中に入れてたんですけど、はい、ビーカーの中に入れて1匹ずつ入れて、でここにプラスチックを入れるっていう感じなんですけど、これが、あ、ちょっといいですか、ごめんなさい、はい、ちょっと振ったら見える。今ちょっと沈んでるんですけど、これ振ると、あ、なんか分かりますかね、ちょっとこう濁ってきましたよね。はい、これがプラスチックです。これプラスチック、こんな細かくなるんですね。あ、そうですね。これはあの実験のために買ったものなんですけど、実際の海でもこれぐらいのサイズのものは発見されているっていうぐらいのプラスチックのサイズになりますね。へー、こんな細かかったら小さい生物もね、口にしちゃいそうですよね。そうですね。今回はこのプラスチックをアサリに与えて、どのくらい食べるのかっていうのを実験しました。へー、
ちょっとすごく興味が湧いてきました。結果どうなってきたんですか？はい、これ結果というか、まず食べた時を どのくらいのプラスチックを取り込んだかっていうのを調べる方法なんですけど、はい、アサリこれちょっと、これアサリ？はい、解剖してるんですけど、先ほどの管がちょっとへっこんじゃってるんですよ。この黒色が管なんですけど、ここから入ってきて、エラがこれなんですけど、はい、でここから口があって胃があって、ここで肛門があるんですけど、これ肛門なの？はい、この辺にあるって言われてるんですけど、はい、こう入ってぐるーっと胃を回って肛門でここからこう出てくるってこと？いや、あのこの体の上側は水が通って、はい、ここから口がここに口があります。あ、口がで胃があって腸があって肛門があります。へー、こんな感じか腸は。はい、なんですけど、だからこの部分だけを解剖してするとまあこんな感じに。あ、こちらはそのアサリの胃の部分ってことですか？そう、内臓の部分、ね、内臓の部分、はい、これはあの溶かさない薬液なんですけど、これこういうふうに解剖したやつを薬につけてこんな感じに、ね、あ、もう消えちゃった。はい、溶けちゃいましたね。実はこれ中にアサリの溶けたものが入っていて、うん、もしアサリがプラスチックを食べていれば、まあ、プラスチックは溶けないようにしているんで、プラスチックともう残り残っているっていう。なるほどね。内臓を溶かしたわけだから、プラスチックがここに出てるはずですよね。そうです、そうです、はいはいはい、そうです。で、このプラスチックを、まあ、こんな風に、まあ、今使わないですけど、こんな風にろ過器を使ってフィルターの上にプラスチックだけを残すという。そうか、プラスチック取り込んでればここにプラスチックだけ残るわけですよね。はい、そうなります。で、それをこんな風にしてちょっと入ってつけますね。ちょっとそろそろ見えるなと。わかりますかね。これ見えますか皆さん。なんか全面緑に見えるんだけれども、この辺りとかこの辺りちょっとこう色が濃くなって、なんか粒子みたいのが見えるんです。よーく見るとこれわかるかな。ちょっと色違いますよね。細川さん、これが？あ、そうです。これがあの実験に使ったプラスチックの粒子になりますね。だいたいこれ220倍ですね。220倍してるんでこのぐらいのサイズに見えてます。ってことはこれがあるということは、やはりアサリは細かくなったプラスチックをやっぱり体に取り込んでいたってことがこれでわかるわけですよね。そうですね、はい、あの始める前はそんなになんか取り込まないんじゃないかなとか思ってたんですけど、実際にやってみると結構取り込むんだなという感じで、まあ、先ほどのどんな風になりましたかってことなんですけど、はい、まあ、いろんな条件をやったんですけど、僕の実験の中で、まあ、一番出たのがアサリの大きさとプラスチック あのアサリの大きさがプラスチックをどれだけ取り込むのかっていうのに大きな影響を与えてるんじゃないかってことが僕のこの実験でちょっと分かったこと。これごめんなさい、いいですか。これがアサリの大きさを表してますね、こちら、はい、行けば行くほど大きくなる。でこれが取り込んだ量なわけですよね、はい、やっぱり大きさにも比例するようにこうどん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 増えてきてるっていうことがやっぱ分かるわけですよね。そうですね、あのプラスチックのサイズなんですけど、あのアサリの餌の大きさに合わせて設定したんですけど、うん、なんか大きいアサリの方がやっぱり口も多分大きいのかなと思うんで、人間もそうですよね、はい、まあ、間違いで取り込んでしまうっていうんじゃないかなっていうような結果になりました。これによってやっぱりアサリをね食べる他のねもっと大きな、ね、海洋生物もいるけども、それもプラスチック取り込んでしまうし、はい、僕らねアサリの味噌汁好きじゃないですか、はいはいはい、で僕らもそれを取り込んでしまうことにつながることが分かったと。あ、そうですね。ちなみにごめんなさい、聞いてもいいですか。はい、細川さん一番好きなお味噌汁の具って何？味噌汁ですか。はい、僕は揚げナスですね。あ、アサリじゃない。アサリじゃないです、ごめんなさい。揚げナスうまいもんね。揚げナス美味しいです。よくセブンイレブンとかでも買うんですけど。あ、揚げナスはまあ安心だもんね。プラスチック入ってない。そっか、ありがとうございます、はい、いや面白い、ずっと聞いてたよ細川くん、すごい、ありがとう。ありがとうございます。そしてですよ、こちらにもね、佐藤さん。佐藤さんはどういった研究をされてるわけですか。はい、私はメタンハイドレードについて研究しています。メタンハイドレード、これ最近聞きますよね。そうなんですよ、ね、ちょっと詳しく説明していただいてもいいですか。はい、メタンハイドレードとは海底、日本付近の海底に存在する重要な資源であって、なんかこのように火をつけると燃えるという性質を持っています。
日本ってそういった石油とかね、そういうものがこう少ないねって言われてるんだけども、これ日本を救う新たな未来への新しいエネルギー源になるんじゃないかってすっごい期待されてるんですよね。そうですね。それやってるんですね。はい、現在開発してる途中なんですけど、はい、それに関わる研究をやってます。どんな研究をされてますか今。はい、具体的には海底開発でこのように掘削機を用いて表層型メタンハイドレードがある海底を掘っていくわけなんですけど、それによってメタンハイドレード付近の海底生物にどのような影響を与えてしまうのかっていうことはちょっと分かってない状態なんですね。それを確かにね、人間はこのメタンハイドレードねたくさん取りたいけども、それをやってしまうことによってこの生態系を壊してしまうと良くない、その辺をしっかり見ていこうっていう。そうですね。で実際にはカニさん以外でもいろんな生物がいるわけなんですよ。カニのことはカニさんってさん付けなんですね。そうですね、ちょっと加藤さんね。なんかカニはちょっと上の方にいるんです。そうですね、カニをちょっとメインにやってるんですけど、いろんな生物がいるんだ。エビは？いや、エビはですね、これなんですけど。あのエビはなんて呼ぶ？エビはエビって言ってます。エビはエビだし、はい、タイは？タイですね。カニは？カニだけちょっとカニさんって言って。なんかあるんでしょうね。カニはちょっと上の方にいるっていう。そうですね。そんな話じゃないです。ごめんなさい。すみません。で、こちらが化学合成生態系と書いてありますけども、はい。はい、これは深海なんで光が届かない環境です。うんうん、そのため光合成を行えず、どうやって、この生物たちが栄養を得ているかといいますと、この白いマット状のこれ実は細菌なんですけど。これによって栄養を得てる生態系なんですね。細菌なんですかこれ。はい、そうなんですよ。で、メタンハイドレードの開発を行うためにはその周辺環境にどのような影響を与えるかっていうことを先言ったんですけど、はい、この菌にどのような影響を与えるかっていうことを知るということが課題となってます。なるほどね。こうね、深海に潜んでいる生物たちの大事な食料であるこの菌、はい、これがよくなくなってしまうとダメだから、じゃあこれはどういうふうなことになってくるのかってそこを見ていこうっていう。そうですね。はぁ、目の付けどころすごいな。そうです。で、どんなことが分かってきました？はい、実際この菌っていうのを、はい、大阪湾の天ヶ崎港というところの海底で実際取ってきました。これサンプルなんですね。そう、実際海底にこのような筒みたいなものを刺すことによって、あ、これなんですけど、なんかほら下に泥いっぱい溜まってますよね、はい、これ実際取ってきたやつなんですね。そうなんですよ。これ誰が取ってきたんですか？これは、僕じゃなくて、はい、先ほどの中谷先生に取ってきてもらいました。先生取ってきたんですか？私が潜って。自分で潜って、はい、あそこ海底何メーターぐらい？まあ、6メーターぐらいなんですけれどもね。尼崎港の、まあ、正直言うとあんまり綺麗じゃないところに潜ってスキューバで潜って取りに来ました。やっぱもうね、愛する生徒が研究したいって言ったから。そうなんです。佐藤君自分で潜らないの？そこは。もういつもお世話になってますちょっと先生行ってきてみたいな。あ、そうですね。わかりました、ザブーンみたいな。人遣い荒いんだ。人遣い荒いんだけど、まあ、そうかもしれないねえ、もうカニにさん付けするんだったら本当に中谷先生のことは本当に嫌がってよ。お願いしますね。そしてですよ、先生が苦労して取ってくれたサンプル、これどんなこと分かりました？はい、今はちょっと菌は見えないんですけど、よく見える時の状態がこれでして、先ほどの白い、マット状のものですね、これらが、ここに表されているものです、はい。で、これを、今は画像なんですけど、連続で画像を、下投げることによって動画にしました。だから動いてる動いてる動いてる。なんかこれ、これ以外もなんかすごい、なんか上に行ったり。そうなんですよ。これ菌なんですか？そうです、そうです。これにより上下に移動してるなということが見て分かりました。これなんかずっと見てられるね、これそうですね、面白いですよね。海底付近の菌がこのような動きをしてるんだっていうのが分かるようになると。いや、まだ佐藤君はかも、ね、違うかもしれないけど、俺これ見ながらハイボール結構いけちゃうかもしれないなんかすっごい。これどうだった？これが実際に菌を、ね、ちゃんと見れて動いてるなっていうのが分かった時。ですね、普通にびっくりしたのと、まあ、あらかじめちょっと予想はしてたんですけど、実際こういうふうに綺麗に見れるっていうことがすごく
良かったなという、まあ、中谷先生に取ってきてもらって良かったなっていうふうに。ちょっとお礼言っとこうか。ありがとうございます。どういたしまして。また今後ともお願いします。頑張ります。いい関係ですね、本当に。そうなんだ。そういう金があったと。はい。はい、そして。そして。で、なんでこれはこの上下に動いてるかと言いますと、先ほどの白い金なんですけど、実は名前がありまして、ベギオカト、ベギアトアという金なんですよ、うん、で、このベギアトアというのはこの NO3- っていう硝酸イオンと硫化水素っていう2つの、化学物質でできています、はい、で、これらの化学物質なんですけど、海底付近に両方とも存在するんですけど、NO3- の方は海水中に多く含まれており、また硫化水素っていうのは海底から少し深いところに多く存在しています。そのためベギアドアが、このように両方とも繰り返し取ることによって体内に吸収し、それにより成長しているわけですね。どっちも大事だけど、それが上と下にあるから、上に取りに行って下に取りに行ってってことなんですね。そうなんですよ。っていうことが、はい、分かりました。で、メタンハイドレード開発によって、もしかしてこの硫化水素っていうものがちょっとなくなってしまったり、例えば海底付近の泥が巻き上がることによって、この NO3- にベギアトアが行けなかったりするということが考えるため、それを今は、実際実験してみて、そのような環境場を作ることによって、実験してみて予測するというのが今やってることです。いやー、でも本当にね、日本を救うかもしれない、これからのニューエネルギーなわけですから、本当にちょっと頑張ってください。ありがとうございます。本当にいつかそのニュースが出た時には、僕は佐藤君の顔を絶対思い出しますんで。お願いします。楽しみにしてます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、そしてです、中谷先生、はい、後ろになんか大きな、はい、これは何で、冷蔵庫みたいなものです。大きな冷蔵庫みたいなんですけど、冷蔵庫じゃないですね。違うんですか。はい、ちょっと開けてみますね、はい、よいしょ、オープン。お、明るい、女優さん、大御所女優が喜びそう。ちょっとちょっと明るすぎかもしれないですけど、はい、これ実はですね、人工気象機っていうふうに呼ばれる、まあ、そういうふうな機械なんですけれども、はい、まあ、人工的に、まあ、温度であったり湿度であったり、あと光であったりっていうのをこう作ってあげて、まあ、そういう環境を作ってあげて、まあ、その中で生物がどんなふうにこう変化するのかっていうのをこう見ることができるっていう、はい、そういう機械です。で、今中にあるのが海藻なんですね。海藻、はい、大阪湾で、まあ、普通に取れる海藻で、まあ、左からマクサ、真ん中がシオウブサ、一番右がアオサって言われるものです、はい。で、まあ、なんでこんな風な海藻を取ってるのかっていうとですね、まあ、この辺の海藻ですけども、まあ、特にシオウブサとかアオサっていうのは今大阪湾で増えすぎて困ってるところがあるんですね、はい。まあ、実は、まあ、私たちがの生活をすると、まあ、下水処理場とかもから、まあ、リンとか窒素とかっていうのがどんどん海に流れていっちゃうんですよね、うん、でそうすると、まあ、栄養がどん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 増えてしまうので、まあ、それによって海洋環境問題っていうのが結構発生したりします、まあ、例えばこんな風に赤潮が発生したりとか、まあ、青潮って言って、これ非常に危ないんですけれども、酸素がなくて硫化水素がいっぱいの水が発生したりとか、まあ、あとはまあ先ほどの泥のような海底がヘドロ化してしまうとか、うん、まあ、そんな風になってるんですね。なんですけども、まあ、逆に栄養の濃度が高いっていうのは資源でもあるので、うん、まあ、その栄養が高い状態でこういう海藻をどんどん増やしてあげて、で、まあ、勝手に増えるん で, でその増えたやつっていうのをうまく回収してあげて、でメタンガスですね、発酵させてメタンガス発生させて、うん、で発電をするっていうふうな、こういうふうな循環をしてあげれば、まあ、新しい、自然再生エネルギーとして使えるんじゃないかと。海藻ですよね、はい、それがエネルギーに変わる可能性があるってことですか。そういうことですね。だって今増えすぎてるわけですよ、はい、もう一石何鳥なんだっていう素晴らしい発想ですけど、ちょっと困ってるのを何とかしたいっていう。でも海藻ってエネルギーになるんですか。いや、一応メタン発酵してメタンガスにすると、まあ、なるんですけども、まあ、なかなかちょっとしにくいので、まあ、そこがまあ一つのボトルネックにはなってます。ただこれできたらすごい発見で、みんな助かりますよね。そうなんですよね。で、まあ、うちの研究室では、まず最初のですね、この海藻ですよね、が効率的に増やされないと意味がないので、うん、そのどの海藻を使ってどんな風に増やしたらいいのかっていうふうなことを研究するために、まあ、こうやって培養してるってことですね。いや、面白い。大事な研究どれもね、で海藻をエネルギーに変換するわけじゃないですか。
もその前には中谷先生みたいな方がまず海藻を増やすって研究をして、それが完成したら今度その海藻をエネルギーにするっていう、こういう研究のバトンタッチがどんどん行われていって僕らのところに届いてくるんですね。そうなんです。で、まあ、実は譜代の中で私はここの研究してるんですけども、このアオサとかシオグサとか海藻をメタンガスにするためにどうすればいいかっていうふうなことも研究されてる先生もいらっしゃるので、まあ、そういう先生とコラボしながらこういう、まあ、物質循環システムって私たちは言ってるんですけども、こういうのを実現するために頑張ってると。なんか一つの大きな発明、便利なものがあるときってそこにたくさんの研究者の方たちの実験があるんだなっていうのが分かって、今ちょっとごめんなさい、すごい分かるかな、めちゃめちゃ感動しちゃったんですけどすごい、ありがとうございます。みんなのおかげで、ね、世の中が便利になったなってよく分かりました。いやー、川岸さん、ちょっと僕今感動してます。どうでしょうか。こちらも感動してます。すごいですね。はい、あのですね、今視聴者の方からまた質問が届いてるんですよ。あ、はい、ありがとうございます。はい、まず一つ目がですね、うん、アサリの実験に使ったマイクロプラスチックってあったじゃないですか。はい、あれってどれぐらい小さいんでしょうかという質問が届いています。細川さん、はい、アサリの実験に、ね、使ったのマイクロプラスチック、はい、あれどれぐらい小さいのって。あ、この粒子なんですけど、この粒子なんですけど直径がだいたい20マイクロメートル、まあ、見たら見えるかな、カメラでよく粒が一つ見えるかなもってぐらいなんですけど、20マイクロメートルで、振っていただいて、20マイクロメートルっていうと、はい、0.02ミリ、例えば髪の毛の太さぐらいかな、ぐらい、はい、あ、そんな細かいの。じゃあちょっと水と一緒になんか飲んじゃうよね。そうですね、はい、実際にでもこのぐらいのサイズの、このぐらいのオーダーの 数十マイクロのオーダーのものは見つかってるんで、はい、なので取り込む可能性はあるんじゃないかなって感じです。いや、プラスチックって便利だけどちょっと怖い部分もありますね。本当ですね、はい、ありがとうございます。じゃあもう一ついきたいと思います。はい、はい、お願いします。海底の泥を尼崎まで取りに行ったというお話があったんですが、はい、なんでそれが尼崎なのか、尼崎以外ではダメなんですかという質問をいただいています。あ、今来ましたね、なんで尼崎に行ったの、尼崎じゃないとダメなの、2番じゃダメなんですかって質問来ましたね、はい、尼崎以外のところにも、まあ、彼が研究している菌っていうのはいるんですけれども、はい、尼崎の方が、まあ、結構いっぱいいる可能性があるっていうので取りに行ったんですね。あ、なんだよかった、やっぱそういう可能性が高いからですよね。はい、そうなんです。単純にほら潜りに行くの先生だから、なんか尼崎に楽しいところがいっぱいあるのかなっていういや、むしろあまり尼崎は本当は潜りたくないんですけどちょっとそうか、やっぱりそのはい、やっぱり彼らが好んでる環境っていうのは硫化水素がいっぱい発生しやすいところなんですね。硫化水素がいっぱい発生しやすい泥が積もってるのが、まあ、実は尼崎のところなんです。どん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 栄養が、出てくるので、まあ、それでプランクトンが湧いて、でそれがどんどん下に沈んでいくんですね。でそれが分解をしていくと硫化水素がどんどん出てくるっていう、そういう環境になっているので、まあ、彼らが非常に居やすい環境であるということで間違いないと。佐藤さん、もう一回お礼言っとこうか。いつもありがとうございますどういたしまして仲いいんですよ。いや、なんか、はい、いろんな話を聞いてですね、皆さんがされてる研究って一つ一つはすごく細かいなと思ったんだけど、うん、それがつながって次の研究者にバトンタッチされて、それがどん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 連なって僕らのところに届いてるんだなっていうのがよく分かって、なんか本当に感動してしまいました。なんか全体を代表して本当に皆さん、いつもありがとうございます。ご苦労様です。感謝してます。ありがとうございます。はい、はい、島田さんもお疲れ様でした。はい。急いで戻ってきてください。一つから荒いんだよ、本当に。戻りますね。お願いします。じゃあ、皆さん手振りましょう。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございます。さて、普代桜祭り、オンラインライブ 4SDGs。普代ネイチャービュー圏へようこそをここ大阪府立大学中百舌キャンパスから生配信でお送りしてまいりましたが、いよいよエンディングトークの時間となってまいりました。いや、今日やってみて渥美佐子先生いかがでした。いや、もう感動ですね。感動というか、うん、
皆さんお楽しみいただけたかなと思っていますけど、はい、私自身もすごく楽しませていただいて、うん、ボッチャの試合ってありましたっけ？めちゃくちゃありましたよ。しっかり、はい、いやしっかり楽しませていただきましたけども、うん、まあ、皆さんに楽しんでいただけたら大変嬉しいし、まあ、今日までは桜があるので、そうですね、はい、ぜひまだまだお楽しみいただければと。そうですよね、本当にさっきもね言ってたんですけど、明日本当雨ってなってたんで、ギリギリのところすっごい綺麗な桜が見られてよかったなと、はい、思います。大塚先生いかがですか？とにかくボッチャに負けたんが悔しいってしゃあないです。負けたっけ？いやもうもうちょっとで勝っとったんですよ実は。もう今度絶対リベンジした。はい、まあね、ちょっと大逆転になるかなって私も思ったんですよ実は、最後の一投で ね。でもこうお二人ともこう惜しい、ね、球があったりとかしてこう見ててもハラハラしてしまったんですけど、竹村さんどうですか、今日お二人のボッチャ見てみていかがでした？はい、あと今日初めてやったっておっしゃってたのに、いろいろ作戦考えたりとかしてて、あ、うまいなと思いました。ぜひリベンジしてきてください。あ、はい、本当ですよね。だって大塚先生なんかはもう上着も脱いでしまって、はい、いつの間にか半袖になられるぐらい熱中されてたのでね。え、奥田先生いかがでした？終わってからボッチャ部がね、危なかったなって言ってましたからね。あらね、本当にギリギリのとこだったりもしましたし、本当に見応えのある試合でした。ありがとうございます。まあですね、最初に中百舌キャンパスの桜の映像をね、はい、リアルタイムで流していただいたんですけれども、実はこれが今リアルタイム中百舌キャンパスの桜の映像ですね。中百舌キャンパス以外の他のキャンパスの映像も届いていますのでご覧いただきたいと思います。はい、こちら羽曳のキャンパスなんですよ。竹村さんはあれなんですよね、羽曳のキャンパスで学ばれてるんですよね。はい、そうです。じゃあこの桜はいつも見られてる？あ、めっちゃ綺麗です。門に行くまでの、みんなが通る坂のところにあるんですけど、毎日そこをくぐってきてるのでめちゃめちゃ気持ちいいです。贅沢ですね。はい、これまあコロナでね今はちょっとできないですけれども、はい、まあコロナがない時なんかお花見したりお友達としたりするんですか？あ、そうですね、立ち止まってしたことはないんですけども、うん、めっちゃゆっくり歩いたりは。そうですよね、毎日がもうね、はい、お花見みたいな感じになりますもんね、はいはい、綺麗な。え、大塚先生とか辰巳佐子先生はまだ見られたことないんですかね？キャンパスへ行ってるんですけども、はい、桜が咲いてる時に行ったことがないんで、ぜひ見たいと思います。これ確かね、先週、学生が配信したライブの映像やと思います。あ、はい、そうなんですか。ちょっと天気のいい時に撮ってくれたんで。ねえ、本当に桜並木が綺麗ですが、奥田先生はどちらにいらっしゃるんですか、いつも？私はその羽曳のキャンパス。あ、羽曳のキャンパス、はい、じゃあ奥田先生も見られている？うん、毎日見てます。わあ。前にちょうど池もあってね、はい、もう泳いでます。素晴らしいと思います。絶景ですね、本当に。絶景ですね。今流行りのインスタ映えだったりもするんじゃないですか、はい、ね。で、続いてなんですけれども出ますか映像は。はい、臨空キャンパスですね。こちらも桜綺麗なんですか、ご存知の方は？あ、綺麗。初めて見ました。あー、そうなんですね。やっぱりね、桜これも先週ライブで配信してくれたんですけども、本数は少ないんですけども、ちょっとこじんまりしてて綺麗です、うんうん、本当ですね。まあ、こじんまりはしてるんですけれども、ちゃんとしっかり花の色づきが確認できますし、とっても綺麗ですね。やっぱね、桜祭りってなってるだけあって、本当桜が、ね、とっても綺麗なキャンパスなんだなというイメージがあります。はい、島田さんも帰ってこれ、あ、帰りなさい。桜の、ね、映像を今みんなで、あ、桜見る余裕皆さんあるんですね。なんかわかんないです、僕やってないのにボッチャ10試合分ぐらいやったぐらいの疲労感がなんかあるんですよ。もう本当に往復していただいてありがとうございました。見てびっくりした、顔のモニター見て、自分でモニター見て、もう俺顔テッカテカじゃないな。めちゃくちゃ光ってますよ、顔テッカテカだよね。一人で抑えなきゃっていう、俺顔テッカテカだもん。いや、恥ずかしいよ、これで顔テッカテカで。ああ、ではね、奥田さん、竹村さん、なんかボッチャすごい盛り上がったみたいですね。もう逆転間近でしたよ。え、誰が？こっちもね、あー、帰ってきたいから、そうだ、失礼しました。いやいやいや、言うところだった。あんまり下品なことできませんから、学長ですから。
やはりあのクラブですからね、潰れたら困りますよ、ね、なるほど、はい、さてはボロ負けしたな。こちらあの普代高専のね桜もあるんですよ。めちゃくちゃやっぱ綺麗ですね。普代高専って島田さんご存知です？本当に僕はもう普代高専ですよ。絶対知らないでしょ。はい、名前も島田秀平にしようか普代高専にしようか迷ってます、ね。はい、全然知らないじゃないですか。これはね寝屋川にあるんですけど、先週中継してくれました。すごい綺麗です。素晴らしい、本当にいつまでもそれこそ見てられる。オンラインもいいですね、これね、うん、一番いい時撮ってるやつを今流してるけど、はい、あの日頃リアルの時は桜祭りっていつにしようっていう日を決めなダメでしょ、うん、だからずれたらもうないんですよ。あ、はい、だから今年の方がいいかもしれない。本当ですね、はい、これからじゃあねまた来年このいう形で行われるかもっていうことも、はい、これでもできると。そうですね、うん、で大阪府立大学のこれからについて少しお伺いしたいんですが、初見佐子先生もしくは大塚先生、はい、大阪府立大学としましては、あの今ですね2年前に、新しい法人公立大学法人大阪っていうのができまして、その傘下に今の高専がありまして、高専もなんですけども、大阪府立大学と大阪市立大学という2つの公立大学が、まあ参加に入りました。今あの2大学1法人という形になってますが、来年ですね2022年の4月から、新大学ができます。大阪公立大学っていうのができます。ですのであの、まあ、大学としてはなんていうんですかね、あの学生さんは今入っておられる学生さんはもちろん大阪府立大学の学生さんとして卒業されますけども、そういう新しい大学ができるっていうのは非常に大きな特徴ですね。でその大学はあの大阪市立大学、大阪府立大学どちらもあの公立大学で総合大学で、これだけ大きなあの統合っていうのは日本で初めてです。どちらも8000人規模 の学生の大学ですけども、1万6000人規模の公立大学っていうのもダントツで大きな大学になります。日本で初めてですもんね。そうですね、はい、あと1年です。わー、本当ですね、ですね、ね、楽しみですね。じゃあまた新たな形で桜祭りもね、はい、見られたらなと思います。え、そうなると中本キャンパスっていうのはどうなっていくんですか？あの中本キャンパスにはですね、最終的には現代システム科学部っていうのと工学部と農学部、これが集約されることなんです。ですからあの新大学になっても拠点のキャンパス一つということで、うん、ということはまた来年この時期に中本キャンパスのあの桜も見ることができるっていうことですね。もちろんです、はい、分かりました、ありがとうございます、ではここで皆さんにお知らせです。普代桜祭りでは特設サイトもオープンしております。桜祭りの歩みからキャンパス桜マップ、学生団体研究室の1分紹介、桜でアートを作ろうなど様々なコンテンツを公開しています。普代桜祭りで検索、どんどんアクセスしてください。さあいよいよお時間も迫ってまいりまして最後になりました。皆さんから一言ずついただきたいと思います。まずは辰巳佐子学長、いかがだったでしょうか？いや、あの楽しかったです、うん、あのはい、とにかくあの手相も見ていただいて、ね、そうなんですよ、手相どうでした？はい、いやもう素晴らしいですよね。私なんか生命線が2本あって、はい、これでもね僕ね今日ここに来て分かったんですよ、なぜね学長生命線2本あって健康的なのか、はい、キャンパスが広いからここ移動する中でめちゃめちゃいい運動になるんですよね。あの甲子園球場12個分ありますから、うわそんなに広いんですか、はい、だから素晴らしい昆虫もいるし植物もあるしっていうね、素晴らしい環境でした。そういうあの研究も見ていただいてね、はい、本当にあのいろいろご紹介できて、大学のご紹介できてよかったと思います、はい、絶滅危惧種っていっぱいキャンパスの中にいるんですよ。それぐらいあの出てきましたよね、うん、絶滅危惧種でいうと私あの辰巳佐子っていう名字は日本に一件しかなくて、お 絶滅危惧種なんです。でもあの私生命線日本あるから多分死なないですよねみたいな話でなくて、まあ、とにかくあの今日は皆さんに見ていただいて本当に ありがとうございました。あのうちの大学は、とにかくあの開かれた地域に開かれた、あのちびっこもいつ来てもらってもいいので、ちょっと今コロナなんで難しいですけれども、あのぜひいつでもあの
まあ、気軽に来ていただきたいと思ってますので、あのぜひこれからもよろしくお願いします。今日はあの本当にあのありがとうございました。ありがとうございます。さあ、そして手相にユーモア線がたくさんあった大塚副学長、いかがだったでしょうか。はい、今回のですね、桜松の総責任者ですので、はい、最後はあんまりボケんとこかなと、まあ、本当に、楽しい番組に仕上げていただいたスタッフの方々に心より御礼申し上げます。島田さん、川口さん、どうもありがとうございます。いやいやいや、お前楽しかったです。あの視聴者の皆さん、あのどうでしたでしょうか。本当に楽しんでいただけましたでしょうか。少なくともですね、出演者はめちゃくちゃ楽しみました、うん、あのボッチャの試合中めちゃめちゃはしゃいでたという情報は入ってますよ、ね、あの見てたんです。結果言いましょうか今あのアーカイブ見るからこれはもううるさいな本当にいや、あの本当に大阪府立大学の桜祭りとしてはこれが最後なんですけれども、来年以降もですね、桜祭りは続けたいと思ってますので、近隣の方々はですね、ぜひお越しいただいて、豊かな自然生態系と桜をですね、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして最後にスペシャルゲストのロッシーさん、あ、違う、島田秀平さん、いかがだったでしょうか。やっぱりか。ずっといじってたよな今日ずっと。初めに言ってたんでね、ご自身で僕ロッシーさんに間違われる。あの本当にね、あの今後スペシャルゲストという言葉には騙されないようにしたいと思ってます。お疲れ様です。今本気で思ってることって何か大きいですか。はい、椅子っていいなって。久しぶりに座ったら椅子ってこんな楽なんだなっていうふうに思ってます。本当ですね。もう立ってるか走ってるかでしたもんね。そう、ただちょっと本当に今日感動したなと思うのが、昆虫学もそうです。そしてね、海洋環境実験室、もう先生が素晴らしい。そして生徒さんが本当にこうね、一生懸命研究できる環境が整ってて、それを全力でサポートしてくれてるからもうね、仲いいし、うん、みんな目がもうね、好きなことやってるっていうね、ところにもうなんか本当ちょっと途中泣きそうになっちゃうぐらいだったんですね、うん、だから素晴らしい場所だなっていうふうに思いました。熱意がある人が多いです。まあ、その筆頭格が奥田さんですよね。ボッチャの話だったら止まらないんだもん奥田さん。まだ多分今日話されてないですよね。いや、まだまだ足らないですね。竹村さん、竹村さん、いつも一緒にいてちょっとうるさいなった時ある。いや、もうそんな思ったことない。本当ですか。なんか止まらないな。やっぱりこうなんか関係性、人間がみんな素晴らしいと思いましたね。ありがとうございました。ありがとうございました。ではですね、本当に今日島田さんが見られなかったステージとかはね、全部アーカイブで残りますので、今日今生配信で見てらっしゃらない方もですね、アーカイブで確認することができますので見ていただければと思います。そろそろお別れの時間となってまいりました。普代桜祭りオンラインライブ 4SDGs 普代ネイチャービュー研へようこそは、大阪府立大学仲間津キャンパスから生配信でお送りいたしました。皆さん、お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。さようなら。楽しかった。